ちあ、始まります。始まりました。はい。皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。今日テンション高くいきましょう。行きましょう。はい。はい、ね、テンション高く。いっちゃうぞ。いっちゃうよ。いっちゃうぞ。いけいけ。さあ、皆さんお待たせいたしました。はい、なんとですね、パチバカでコンテストをやるのは。お。初めて初めてですよね。初めてじゃないですか。まさかの初めて。意外とね、あれですよね、で、僕はね、このこれ中指垂れてる風ですけど、はい、本当にこれ中指なのか問題っていうのがあるんですよ。そうそうそう、人差し指なんだよね。人差し指4本じゃねみたいな。4本ですよね。こいこいこい。だからこうじゃね。そうそうです。あの親指の隣なんで かかってこい。かかってこい、かかってこいや。こいこいですよね。こいよ。だからこの外しをやってみろバカ野郎という、ね、そういうことです。いいね、そういうことです。で、皆さんがこう一回ね、クランキーコンドルを打ってた方がよくね、はい、マジかよみたいな思ったのが、まあここですね。そうですね。これは2なんで、15枚配当と。そう、ここちょっと見える、はい、今見えるかな。 OK です。はい、なってますけども、これ、ね、コンテストは基本的にね、14枚だったと。バケが取れねえとな、はい、っていう話でしたよ。で、これまあまず皆さんなんて呼んでましたか。問題ですね。問題ですよ。ね、まあ打ちながらやりましょうか。はい、まあね、そうですよ。なんて呼んでましたか問題。これはね、まあいわゆる、まあ、ボスがねいるんでね、あれにしましょうか。ちょっと待ってください。揺れる。あれ、どうしました。クランテ結構いるな。クランテ結構いますね。いや、クランテはマガジン派。マガジン派ですね、クランテなんだ。いや、あのね、僕たまに配信で話すんですけど、なんですか、コンテって人もいる。コンテ、セブンイレブンコンビニエンスストアのことセブンコって呼ぶ時代があったんですけど、俺知らないわ。いや、あの職員さんめっちゃ多かったっす、セブンコ。だからその略す前が3文字問題、うん、地域柄でしたやっぱり、うん、ね。さあ、これ設定変更後で今、まあチェリーが何回か出て、まあ、ベル取れてないかな、まだな。うん、ここからが楽しいですね。これ広角状態。はい、広角で状態だったんで、ここからが楽しいですよ。うん、やべ、見えねえ。これね、まあ、チャンス目。これチャンス目なんですけど。チャンス目です。これ上下段で当たりかな。はい、確かそうです。ね。もう一コマ下だったら。ですよね。はい。小山型になればスイートが。はい。で、これは皆さんこうどうでしたか、あの狙ってる場所。うん、振り打ち、まあ、適当打ち、その頃親父打ち、うん、そうっていうね、あれもあったんですけど、いや、これを目ですね、あとはね、問題になったんでですよ。はい、まあ、コンドルはね、めちゃくちゃ強かったですけど、はい、コンテストになって急激に弱くなった青奈良事件。そうなんですよね。で、1コマ下に下がれば別格だっけ。いや、別格です。別格ですよね。はい、で、こっからも一応入るは入るんですよね。入るは入るんだけど、まあこれ外れてる、うん、まあその辺でいろいろと物議を醸し出しましたけど、私はちょっとホールで8枚交換のホールでこいつが毎日高設定が打てたんで、うん、打ってましたけど、あれ、はあ、コンツーって呼んでる人もいるし、え、ずっと4コマ滑ってる、うん、これ滑ったね。であれば、うん、当たってますね、これね。スイカの L、スイカの L ってこれリーチ面だ、これ。だから左4コマ滑った場合は多分もう当たりなんでしょうけど、うん、ね、このいや滑んなかった場合ね、はい、これ多分当たってると思うんですけど、うん、滑んなかった場合ってこの目当たりすると警察多分多いと思うんで、うん、ちょっと僕もだいぶ忘れてて、モメチャンネルさん今度の教団止まるんじゃなかったかな。止まるはずです、うん、でもどっか見逃した、どっか見逃してるか。いやでも気づかなかったですね。まさしさん、スイカ代用、などういうこと。まあ、さ
さっきのチャンスメって言ったあの青なら下段あの時に入ってたのかかな青なら下段から入ってでもその、まあ、中段ベルでしたよね中リール中段ベルでしたよね、でその前がこれ止まってそうそうチャンスメって中段赤ならでしたよねで上下段に赤ならたまれば入ってるけど中段のチャンスメだったんですよね あそこでひょっとしたらさあリゲンさんコンドル狙いだったからこっちわかんないですまあ基本的にはまあなしなしですねということは左4本滑ってないですね左滑ってないですね親父挟み打ちが面白かったですねそれだからそうなんですよ後ほどそうやっていきたいですけど僕かなり忘れておりまして、ちょっととりあえずこれ今滑ってたよねこれはリプレイですねこれはリプレイですね、そうマドモンさんボスはビッグ1回で終了ですカノンさんコン2はびっくりですコンチ2を進んでましたあコン2って呼んでる方いらっしゃったんですコン2だ2だからってことじゃあコンテストの1のことはコン1 コンになっちゃうんですけど、うん、さっきなんだっけな面白いのがあ、さっきなんだっけコンテストはいコクデレさんクランテの2はジャックの払い出しが14枚ではない方でした15枚ですよねグレナバーさん、今のはスイカ付き赤7が中段だと入ってたはずです。あざす。止まったな。んいや、でも静的。この目。じゃあ今、僕 あのモニターが切れました。すみません。このイキニさん、右リールのチェリーフィコンドラ、はい、ゲチェコって呼びますかああ、なんだろうね。ねゲチェコ。これ普通のコンドル下段って言っちゃうな。コンドル下段ですね。無限さん、今度の早め狙いだから青の穴まで滑ってきたら激アツじゃなかったかな、うん、だからこれねこれがいわゆるチャンスに、うん、だいたい入ってないんですけどね、うん、パーリンさん、コン2は導入時代が自体少なかったから詳しくは知りません、うん、少なかったね、レアだったから山本さん、私のパチスロの先生にコンテスト VS はお前にはまだ早いと言われ打ちませんでした山山さんいらっしゃい。いらっしゃい。コンテスト2と1では原産地判別は一緒だったんですか？ずっと気になってました。これがね、ちょっとわかんないんですよ。これ熱いですよ。結構右リール滑ってきたんですよ。滑ってきましたね。滑ってきた。で今こうやっ低確率状態だと思うんですよね。じゃあ青7上段、あ赤7上段止まる。まあ普通にベルだったり。まあね。あいやだからその。なんつんだろう子役の工程があるからこそ楽しめたそうです、ね、あの、うん、部分もあったんですよね、うん、スタヒトさん6のフル攻略の機会割教えてください結構ありますよ、うん、100 6でどうなんですかね110まあ優にあると思う5ぐらいなかったでしたっけそんなねえかいや6は行くんじゃないですか行くと思います、うん、行きますよね66あの適当値で103とか確かそれぐらいなんですよねいやだからフル攻略したら115とか普通で行っちゃうと思うですよね、うん、リーノシートさんいらっしゃいそうですね真剣に議論してるありがとうございますああいいですよ高橋さん結構打ってました忘れましたデンスケさん、青七かっこいい。青七かっこいいですけどね。あたいは夜の長さんいらっしゃい。キャバ嬢ですかね。ありがとうございます。はい、国人さんノスタルジアにはクランキーコンテスト一応に両方ありました。あ、そうだっけ。テーモトラオさんいらっしゃい。いやでも映画は断然かっこいいな。マサイさん、当時ギャルクのお姉さん店に熱く語られたことがあります。ギャルクの熱く語られた何よこの台のここがねいいんだよとかですかね中谷さん余裕があれば右リール1000冊で隠してくださいよくやったなリールさんリレーからいいね、うん、主役の威厳がある、うん、ひなハップさんいらっしゃいこんばんは、うん、この日待ってました2の実況見るの初めてです、うん、中リールチェリチェチェリチェチェリチェ危険ゾーンだからドアさん懐かしの4号機だそうそうそうなんですよありがとうございます、はい、俺たちの4号機懐かしの4号機枕言葉ですよねありがとうございますいやさ青7揃いが素敵だから判別するときに青7を使っちゃうと青7でしか揃えれなくなる揃えなくなるんだけど、うん、ほんと綺麗だよなこの青7、うん、
色もいい、いいですよね。だからこの時ってもう本当この筐体ってやっぱりアルゼの最高傑作だと思っていて、いやもう最高ですよ。今触っても全然違和感ないですね、うん、でクランキーコンドルが出た後にコンテストが出たじゃないですか、うん、でこのコンテストのあれコンテストの後これ1997年かな、7年ですね。7年7月だっけ、確かそれぐらい今ぐらいの季節ですね。ですよね、うん、で年末ぐらいにサンダーが出たんだっけ。年末サンダーです。年末サンダーですよね、やっぱ1997年で猛烈にね、いやすごいですよ、インパクトがある年だったんですよね。96年後半から97年かけてもまあ、CC エンジェル、ベイビーエンジェル、うん、ダンクシュート、フローズンナイツで、レッツですね、はいはいはい、うん、やばいっすよ、やばいです、もう、もう本当黄金時代、黄金時代ですね、もうアルゼ A タイプの黄金時代。まだアルゼとは言ってなかったの、まだユニバーサル、まだユニバーサルですね、バーサスの頃からアルゼに、うん、はい、ナイスデワールドさんいらっしゃる、久しぶりです。ちょうどね、先週話してましたよね、レースクイーンの時タラオジラさん、コンテンツはジャックが15万、まさしさん、ホッパーが赤ホッパーなんですよね、赤ホッパーでしたっけ、これ。これはね、あのいや、これ今これに入ってるのは黒です、うん、赤ホッパーの時代あったね。キバくんさん、セロキさん、最初のビッグボーナスは何図柄で揃えますか。いや、あのね、今日、うん、ツイッターでアンケート取らさせていただいたんですけど、もうやっぱり圧倒的に少ないのが赤7でした。だからもうコンドルか青ですね、やっぱね、うん、そうですよね。そうだから最初は青で行こうかなとは思うんですけど、どうこれね、あのこのこれね、あの、うん、止まっちゃうやつね、これもちょっと問題になったっていうか、親父には優しくなかったですね。そう、ビッグは2回引けるとは限らないですよ。なんか言ってますよ。あら、そう、確かに。なんかさっきの配信に事故った人がなんか言ってます。同じ240なんでね。骨まみれさん、ハイコクデムさんいらっしゃい、大東京さんいらっしゃい、右リル中段スイカはリーチメ会の中でも最高傑作。あ、これはね、本当に左右でずれるんです。そうですね、ベスリですね、ベスリやばいですね、コンドル狙いだとほぼセレブレーションも同じレベルなんですよ。そうですね、あかりパパさんいらっしゃい、よしさん、この台と携帯売りのバイトの普及で1年弱くらいは本業と別に月収100万円近くありました。やってんね、すごいね。2かな、じゃあウッシュさん詳しいんじゃない、この台とって言ってるから。これ2ですよ、この15枚ってやつ、ね、まあでもリーチメとかバンと埋まったりしますよね。メヤニさんいらっしゃい、こんばんは。大好きなマッチマサノリさん、せいただきました、ナイスロー。導入日に池袋グリーンピース東口でポロリと一緒に打ってましたね。ポロリってポロリか、たまたま一緒になったのかな、それとも知り合いなんですか。ちょっと待ってください、コメントが早いな、これ。早いね、早いですね、めちゃめちゃ早い。やっぱ台についてのコメントがありますね、やっぱり、ね、ありますね。ヤンシーさん、その頃は小学生でゲーセンのコンチネンタル打ってました。無限さん、右リル中段スイカね、すごいよね、考えた人、うん、いや、すごいですよ。で、これ、コンドルコンドル赤7で、バケじゃないですか、はい、なのに、これコンテストだけですよね。コンテストは枠赤7、別格じゃないですよね。あ、そうでしたっけ。共通なんですよ、だ滑りもあると思うんですけど。あ、そうでしたっけ。バケでも枠上なら止まるんですよ、これ。え、別格だと思ってた。そう、だから、コンドルは別格っすね。あ、まあそうですけど、はい。あ、それもね、俺イラッとした。いや、それはもうイライラですよ、ね、あるんですけど、うん、そっか。間もなく700名様いらっしゃってます、ありがとうございます。皆様、あの高評価39なんでね、40番目記念すべき、ちょっとポチッとお願いします。あ、今日ミッションなんですか。そうなんですよ。あ、難しくないですか。難しいですよね、まあ、自分 A タイプは。コンテストも中段ベルベルボーナスって入るんですか。ベルベル、そこからも、ここから基本的に右リル中段は、2冊です。あ、はい、コンドルからの右リル中段ボーナスは
全部2冊出したはずです。あ、じゃあセレブレーションだけなんですね。そうです、そうです、そうです。セレブレーションも入ります。あれ1枚とか払ってるからですよね。そう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 。これはもう2冊っす。あは、OK です。リリスはあるんですか、ドアさん。リリスはあるんです。リリスはあります。ムゲさん、ビッグ確定じゃないですね。クランコさん、クランコさんいらっしゃいました。ありがとうございます。お渋谷のスロクラにずっと残ってました。スロクラってどこだ、渋谷。なんかスロクさん、ニカさんって方が、はい、有名な強制一元ブレンがあるコンテストですかって聞いてるんです。なんすか、なんすかそれ。教えてください、打ち方。裏物ですか。Kさんいらっしゃい。コンテストの裏って出会ったことないな。夏明さん、ミッションはビッグ450枚でどうですか。おあ、いいですね、いいですね、450枚にしましょう。小犬マークさん、こんばんは。イカの塩辛さん、こんばんは。こんばんは。ウッシュさん、右上段青七、右枠下青七がビッグ確定です。あ、そっか、そっか。右上段青七、右枠下青七がビッグ確定。あ、そうですね。え、右上段青七のビッグ確定、右青上段枠七、右枠下青七、枠下青七ビッグ確ですよね。ここもビッグ確なの、当たったらってこと、ベル外れで。右上段青七、うん、みたいですね。あのウィッシュさん相当打ってたみたいな。だからだから、いいですよね。いや、いいですよ。どんどん欲しい情報が。ムムチャンネルさん、クラセレだと左上段コンドル、右枠上赤七は右4コマ滑りだと化け角。クラセレだと。ああ、4コマだとね。右は。金ポチョムさんいらっしゃい。枠下青七でビッグ確。あれ？これコンドル枠上はさ、ビッグ確だよね。違ったっけ？いや、違ったっけな。いや、もうね。枠上コンドルだと逆に枠上コンドルはダメでしたっけ、化け角、化け角じゃないですか、どうだったかな。いや、もうね、混ざるんですよ、いろいろ。あの、最近はさ、クラセレとかもあるからさ、もうわけわかんなくなってくるんですよ。まあ、確かに。はい、ここでね、さ、あ、コンドル枠はやっぱ化け角なんだ。あ、化け角か、化け角ね、オッケーです。さすが免疫、リーチ目回避が出る。確かに。アンジさん、自分はハサミ打ちより順押しでリズミカルに左上段コンドル、中リールスイカ赤7を狙ってました。だからこれ2冊見たくない人は順押しですね。そうですね、はい。コメントが全然追いつかない。ちょっと待ってさすが。グレナバンさん、中段リリス、リリベ、リボベ全部あるけどチャンス目の場合もあります、太郎次郎さん、コンドル枠上と枠下化け角です。ああ、枠下化け角ね。中桜さん、今度の枠や化けっぽい。竹千代くんさん、祖師ヶ谷の三つ星に1万5000枚出るコンテストの裏ありましたよ。あ、三つ星ね。三つ星はね。まあ、三つ星さんはね。三つ星。ひらひらひらさんとかね。自由が丘、リノありました。ずっとリノ置いてましたね。ジョージカズさん、この頃はビッグ中変速星禁止の店とかありました。まあ、コンドルがね、っていうのがコンドルあったな。変速打ちしないでくださいって言うんですよ。これはだってもうさ、コンテストなんか変速打ちとかリプレイ外しをしてくださいっていう題じゃないですか。だから14枚にしたんでしょ。そうです。それを禁止にしちゃダメですよ。だったらこっち入れ替えてほしかったですね。マブーさん、逆ハサミで外し駒増えるのが好きでした。あ、3分の2ぐらいですよね。それがだから、まあ、ドン外しみたいなイメージですけど、ね。無限さん、中段ベベスはチャンス目なのマジか。アニカさん、阪神勝ったそうです、いや、勝ち越し、まだ、あ、まだ裏、もう一回裏がある。骨まみれさん、骨まみれって名前するの、たまらんなの。この出目どうだっけって悩んでるとか一番楽しいですね。楽しいです、ね、いや、本当そう。大体お客さん、コンドル枠上でも中リールのスイカ赤らの位置によるんじゃなかったっけ。ああ、いや、その辺がね、だからもうね、わけわかんなくなってるんですよ、いろいろ混ざって。秀雄さん、昔新宿テントウムシのコンテストがすごかったですよ。へえ。ピーノシートさん、いろいろ混同するけど、それはあれこれ思い出すのが面白いです、そうですね。ナイスデーワールドさん、コンテスト赤7がついイメージあります、そうですね、下段赤7ですね、あ、なんかウィッシュさん、ごめんなさい、打ち間違えてました。右上段取り、右枠下青7でビッグ確定しか知りません。ああ、ね、右上段取り、右枠下青7でビッグ確定、はいはい、それはそうですね、はい。やってます、ひろしさん、こんばんは。こんばんは。いいね。この方あれじゃないですか、元ファンタジスタの方。あ、そう、やってます。もしかしたら 何をやってるの。やってるからさんじゃない。ビッグ確定は枠上チェリーのズレ目だけだった気がしますよ。
ピック確定は枠上チェリーのズレ目。あの、スイカね。中段スイカ。中段スイカ、枠上、何もなし。デスリの枠上チェリー。ウィッセさん、コンテスト決勝とかすごい、確かに。うん、さあ、もうすぐ900名の方いらっしゃいますね。ありがとうございます。解答者さん、間違えたかなって言いながら検証するの楽しいですね。うん、楽しいですね。マサイさん、コンテスト見るともぐもぐ思い出します。バスボンボンさん、ハサミ2冊が嫌だったので右リール上段を1000冊で隠して売ってました。ひろきこんばんは。はい、コクデメさん、ただ単純に低設定でも破格の加算ボーナス確率でカーリンジャックの払い出し10枚ってわけではないですもんね。うん、カッセンジャーリールが一周上に動けば全長確定それ今いらないよね高橋さん、リーチの楽しみだよ、いいですね。無限さん、左上コンドルなら美しい2画目が見れますウムチャンネルさん、トリベルスイカの鳥天からの中スイカ付き。バクシタオナナさんっていうアカウントの方が、やばいね、バクシタオナナさんはやばい自分の名前いっぱい呼ばれてるさっきでも書いてたのがコンドル由来じゃないらしいです。サムライスピリッツ由来らしい、ね、右バクシタ。もともとエレコの人なんですよね、この人。あのバクシタオナナさ ん、 うん、業者というか、うんうん、ドックさん、子役ゲーム中の成立ラインって決まってるのが若い子がきつかったです。これがね、だからその青七を狙って、ベル取りこぼす問題って言ったら、いつ分かったんですか。あ、これはいつ分かった。それ解いてんだ、ベル。あー、 K バストさん、こんばんは。大好きな機種です。コンドル枠に3コマ枠上が楽しいですよ。リプレイ大 V とか出る。あ、この辺ね。今度の枠に、うん、アバウトだよね。カブさん、こんばんは。多分もう制御解析割とすぐにしてすぐ分かったよ。長桜さん、これだけコメントが来るのが明記の証ですね。確かに、まあ、そうですね。全然違うもん、先週と。全然違うあとさっきひら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 さん、こんばんは。こんばんは。右枠下に青七止まったら中にスイカ付き赤七止めて逆押し青七を高速ずれの準備目。あ、そういうのもできるんだ。よく覚えてますね。すごい、素晴らしい。いいですね。ナイスデバルさん、この頃すでにユニバは天下の時代。天下すぎますよ。まあ、もう97年は黄金時代ですね。1997年ですよ。もうワインでいうと1990年みたいなもんですよ。いいワインなんですか。はい、1990年はもう超絶当たり年なんで。ひろきさん、私コンテストの外しってビタですか。ビタです。あ、うん、先輩ラインスイカビタですね。やってます、ひろきさん。自分は枠下に滑って上段に止まったのが確認できたのが嬉しいです。枠下青奈さん、コンテスト2は打たれましたか。在職中一件も売れませんでした。ウィッセさん、このコンテスト常に6札がついてるのに誰も打ってなかったパチンコ店が近所にあったんですよ。美味しいね。それ激美味しいですよ。いや、美味しいです。リーノシートさん、ズレメってアラフィフ、アラフォーまでの死後ですか。まあ、30代後半もいけるでしょ。30代後半は、多分ね、未成年で打ってる人ですね。ああ、そっか。そうなりますね。はい。ジョージカゼさん、またオナラの BGM でビッグ消化したい。うん、骨まみれさん、クラッセレ2出たら打ちたいです。リーチメイコレクション埋めたい。うん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 、バスボンボンさん、そりゃそうだ、猿みたいに打ってた中年のおっさんがゴンズイ玉みたいに900人いるんだぜ。猿みたいに打ってた。ね、多分本当セックスより興味がありましたよね。はい、思春期に。本当パチ屋行ってましたもんね。あ、全然そんなことよりパスロックがよっぽど楽しかったの。無限さん、ゲチェラ2画目の時に直接狙わずにリーチ目を見る台です。うん、ああ、いろいろ出してね。これパネルのやつ知ってます？なんですか、パネルのやつって。これゲラ、まあ、今見えてないんですけど、下のパネルに、To be continued って書いたんですよ。ああ、はいはい。多分これ雑誌にも載ってたと思うんですけど、これ、まあだから次回作も期待しろよみたいな感じだとは思うんですけれども、うん、この頃結構パネルにいろんなの隠されてたんで、そうですね、はい、しかしこの後に出た、コンドル系は5号機っていうねコンドル X ですね。あのクソ台と言われる液晶はいらねえびっくりしましたよね。なんでそんなに空いたんですかね。ねえ、なんでしょうね。それなんですよ、うん、
なんでそんなに出さなかったのかなっていう、相当もうイケイケの全盛期だったわけじゃないですか、うん、ここが。それで、まあ、ちょっと失敗したからといって、うん、別に人気が完全なかったわけじゃないと思うんですよね。だからあの大量獲得機の時代になって一作ぐらい出してても良かったじゃないですか。良かったですよね。大量獲得タイプ。長桜さんコンドレス好きなの。でもグランシェルになっちゃった。そう、グランシェルと書いてますね。次回席はグランシェル。グランシェルになっちゃったんです、ね。あれはグランシェルは、うん、いいんですか、この 2D コンティニューズのやつで。まあね、えなんでですか、ね、宇宙センターさんいらっしゃい。いらっしゃい。この頃ガイドの裏表紙に次回クランキーウォーズなる広告ありましたけど、実機ってあったんですか。だって ないですね。そんなのあったっけ。バーグラ。よく覚えてんな。アフェさん。クランキーウォーズ。ちょっと書いてある調べておきます。面白い。ツイッターに上げるかもしれない。イッシーさん、5号機になったらハゲた鳥がただ散歩してるだけなんだよ。コンドレックス、ね、確かに。もうお散歩台ですよ。ただ散歩してる。でも長桜さん好きだったのって。うん、あの人何でも好きじゃん。うん、あの人好きだからね、パチンコとスロットが。そう、まだ売ってるからね。ひらひらひらさん。ビーマの赤なれにコンドルの目が。何それ、ビーマックスの。目だっけ。そう。目か。うん、青ならには爆弾でしたよね、確か。梅チャンネルさん、左上段赤なら、右下段青ならの二角が好きでした。リプレイとスイカがずれてかっこいい。なるほど、はいはい、あれそうね。さあ1000名超えました、ありがとうございます。ありがとうございます、いらっしゃいませ。強い、グランシェルはワシだね、確かに。コンドルじゃないね。ミユマさん、AT機が出た流れも変わってしまったのかもですね。無限さん、大花火とか出したからコンドルでは出さなかったのかもしれません、ね。うんうんうん、そうか、グランシェルワシだ。ワシですね。うん、そうワシなんですよ。こっちはハゲタカなんだ。やってます、ヒロさん。クランキーって名前ついたら正当後継機関あります、うんうん。最近も出ないですね、全く。出ないですね。出ないね。一時期噂がありましたけど、ね。そうですね。マサイさん、グランシェルは賛否両論ありましたし。大好きですよね、グランシェル。面白いと思うんですよ。めちゃくちゃ面白い。ピロピロ言ってるのがちょっと嫌だっていう声は。あれバグらしいですけどね。ねえ。はい、幕下青七さん、セレブで右ゲチェコンドルが出せるのはチェリーかスイカの取りこぼしですか。セレブは分かんない。ガセル？ガセル？それが左によるんじゃないの？まあ左によりますよね。ガセったことないな、うん、私がひろきさん、それさ、新倉庫の進展具合どうですか。ああ楽しみにしててください。楽しみですよ、はい、今日皆さんね、あの初めて来た兄さんとか初めて。そうそう、初めて。スケール感が半端ないです。麦酒ハーデスさん、いらっしゃい、こんばんは。いらっしゃい。目押し下手くそだったけど、個性がゴロゴロあったからプラスになれた。やっぱ個性って神様です。うん、そう、やっぱ設定高いなっていう感触はありました。当たんないですけどね、ちなみに。みんなハゲタカ好き。やばい、ボスの呪いがする癖でも継続する。いやー、これちょっとね、電圧がね。ほら軸歪めてます。今日おかしいよ。今日電圧がちょっと上がりました。なんか2人とも。グランシェ、グランシエルはメダル投入した時点で音が聞こえてきます。はいはい。エステワールドさん、ミスタードゥもこの青7ですか。ミスドゥはそうですね。この青7だと腹筋ぶち銀。あれ金？ミスタードゥ金だったかな。ミスタードゥ金じゃないですか。うん。うん、皆さん、あの固定メッセージで書いてありますけど、ビッグで450枚オーバーすると Amazon ギフトカード1万円をプレゼントします。これからスクリーンショット必要になりますので、ポチッと押してください。幕上青7からの当たりってどんな形があります？これどうだったかな。そこだけスイカが下についてるんで。そうなんですよ。まあると、うん、そう。もう分かりづらいよ。で、チェリースイカチェリー。おっさん。チェリースイカチェリー。とあと、まあ、あとなんか赤な下段とかでもいいんじゃないですか。ここ下段でもいいんでしたっけ。あ、中にいるか、すごい人来ました。ミカジャキさん、初コメありがとうございます。はい、コンドル好きでしたけど、コンテストの出目が好きすぎて当時の全てのリーチも頭に入れてました。おすごいね。思い出す限りで教えてください、いろいろ。そうだから、ぜひ今言ったあの青なら枠上からのリーチ目のこれからですね。ここから、うん、ここから赤七、チェスチェ、なんか中段リップって書いてますよ。
ここ中段リップだから赤なら上段になるじゃないですか。ああ、だからそういうことですね。で下段だと、はい、こうじゃないですか。すげえ。それ以外の形。あ、でもそ、もうそんなもんじゃないですか。いや、なんかね、あの目だと中適当に押してみたいんですよ。ああ。だから。まあだからリプレイ。まあリプレイになるんですかね。中段リプレイ、中段スイカ。スイカでもいいんじゃないですか。うん、中段スイカ。うん。はい、小藤さん、スルキさん、神田センターの件は残念でしたね。私は最後までスルキセレクション狙い、楽しみに打ち切るつもりです。よろしくお願いします。ありがとうございます、皆さん。私はね、堂々と遊びに行きますんで、皆さんお会いしたら、よろしくお願いします。ぜひぜひ。アンパンさん、コンドルの BGM が好きすぎて、コンドルしか揃えなかったです。うん、へぇー。キラ、へぇ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 さん。は左上段コンドルから挟んで右リールリプチェリーベルが滑って止まったらノーチャンス目です。もう一回お願いします。いきます、左上段コンドルから挟んで右リールリプチェリーベルが滑って止まったらノーチャンス。これがねリチェベル、だからチェリーが代用ぐらいになるのかな、7のボーナス映画のね。まあそうです。お、リーチ目マニアのミカジャキさんがですね、はい、ベル付き赤7上段もリーチ目ですよ。ベル付き赤7上段か。あそこからね。あ、だから、ちょっと今狙ってみるとこっちの方ですね。これが上段。こっちの方ですね。だからスイカこぼす赤の方ですね。はいはいはい、じゃあそれ適当狙いですね。スイカこぼさない状態だったら。いきなり止まるんでしょ。骨まみれさん、クランキーシルが6号機の関係にぶっ刺さると思うけど、ビッグ108枚でいいから合算8分の1ぐらいにしてひたすらリーチまで連発してほしい。ああ、超楽しいですよね。バンバンみたいな、バンバンクロスか。当たんねえな今日。ダメだ。当たんない日ですね。やってますひろしさん。スイカかもって目がリーチ目になると思います。多分スイカこぼす場合は上段青になるかと。なるほど。グレナバーサー、左上段コンドルなら中右中段リップで法則としてまとめられるはずです。まとめられるんですね。なるほど。 HK さん初コメありがとうございます。やばい、もう1300人来てます。ありがとうございます。すげー、さすが。ありがとうございます。あ、紫の熊さんいらっしゃい。6号機コンドル出してほしい。それかタコスロねー、ヌヌチャンネルでコンドルかな。コンドルコンテスト。タコスロいらっしゃい。ヌヌチャンネルさん、左上段コンドル、中中段リップは右下段ベル以外で全部リーチ目ですよ。うん、左上段コンドル、中中段、ここはね。ははは。大さん、6号機から打ち始めた世代がこれ見て、中段チェリーがこれだけ落ちてボーナスリーチないと信じられない。かもしんないね。違和感しかないですね、逆に言うとね。これがね。サクサクまんじゅうさんいらっしゃい。いらっしゃい。ボーナス中、ジャックインさせたいときに残り3ゲームくらいで5分ほど放置したらジャックイン確率上がるということがありました。オカルトね。すごいな。あの大花火のこれと一緒ね。ワンベッドツベッド。BH さん懐かしい。国分寺に千葉から遠征して宇宙に行ってました。枚数が合うのでセット悪くても勝つことができました。今日はセットゴール。まるまるまるささんいらっしゃい。ちょっと読んでください。まるまるまるささん、可能なら昔ガイドの、最後とかによく広告ですね、はい、札束巻き散らして女性をはめ風呂こうやって入ってくる人をゲストに呼んでください。呼べません。呼べないです。いやー昔の人気ですね。広告紹介したいんだけどな。え、知ってんですか。え、知り合いとかじゃないですよね。ベタな広告のあれだから。あんなやつカッパちゃんにめっちゃ似てますよね。なんかカッパちゃんに似てる顔が。警察がいっぱいいます。広告いろいろあったもんな。太郎次郎さん、左赤7付近のリーチ目が何回で面白いです。あそうだからね、ちょっとね2回ぐらい当たったらそう行きたいんですけど、当たんねえんすよ。当たんねえっすね、ほんと当たんねえんすよ。まずはちょっと王道から行きたいんですけど、長桜爆笑超えたんやって。爆笑超えてないから2400だから爆笑怒ってる。グレラバーさん、なんだかんだ言ってやはりこの大好きな人多いんですね。いまいちあきさん、コンドルプロなんて言ったけどコンテストプロはいなかったですね。いや、いるいる。そんなことないですよ。逆にガリゾーなんかそうです。うん、だから5、6が多かったんで、実際多かったですね。で、うん、まあ、難易度が高い割に辛いって言って敬遠する人は多かったんですけど、でそういうところを狙ってた人って多かった、うん、本当に手堅い。
できる人はもうこっちばっかり行ってる。下手にライバル多いね。あのタコスロとかこの辺行くよりも。すごいな。もうすぐ多分1400名の方いらっしゃる。すごいね。超えそうです、ね、ありがとうございま す, います。皆さん高評価も忘れずに、ね、思い出話ね、あのリーチ目話はもちろんいいんですけど、思い出話があればね、うん、特にまあコンテスト1も打ったし2も打ったしとかね、うん、2はどこにあったよとかね、そんな面白い話を聞かせてくださいな。無限さん、俺も外しできなかったけどコンドル揃いの音聞きたくてすげえ打ってました、うん、あれポコチュさん、え、またせん、あ当たりですか。中田さん、爆笑アンチ関係のコメントだけ声を遠かるのやめてください。すみません。ワードナさん、こんばんは。天井ないけど大丈夫ですよ、中田さん。ゲーム遊楽千日くれないさん、いらっしゃい、こんばんは。すごい中田、こんにちは。左リール上段、右リール中段以外を千円札で隠して言ってました。おみんな隠しまくりじゃないですか。隠しまくり。イボルトさん、こんばんは。コンテストの昔、設定確認を受ける店で5を打ちまくってました、うん、やっぱ5が多かったっすよね。多かったんじゃないですかね、うん、高谷さん、この頃のパスする必要があってまだ残してます。解答者さん、まだですか、ボーナス。確かに、そうなんです。これね、なんか呪われてますね、今日、うん、今日はよろしくない、よろしくないで、あの、あれが風水的にやってます、ヒロさん。新宿でセットアップで女の子が札刺すの後ろについて行っていました。あれね、金魚の糞作戦ね。クリエイチさん、こんばんは。お茶の水駅前の7枚交換の店は常に5、6でした、うん、そうですよね。いや、そうなんですよ。僕も8枚交換の店で売ってたんですけど、常に5、6だったんです。ワードラさん、昔コンテスト見つけたと思っていたらゲッタマの赤いやつでした。そんなに、そんな気づかない。ゲタマ2ね、リーノシーズ。タコスロ今度売ってください。クーターさん、地域によるかもしれないけど、鮮魚はコンテストばっかり売ってる町ありました。いや、もう本当そうですよ。そうですね、うん、まあその結構10日系だったらね、うん、カラーズ黒さん、こんばんは。こんばんは。晩酌しながらまったり見に行ってます。ありがとうございます。あ、やばい、もう1500名超えます。ありがとうございます。いいですね。やっぱり、やっぱり好きなんですね、皆さん。好きですね、うん。好きなんですね。さあ、ちなみにアンケートを実は取ってたんです。ボーナスズグラはどっちが好きですかという。591票で、まあ青がダントツですね。あ、そう。うん、青が。マジで。はい。あのね、ツイッターのアンケートだとね、コンドルの方が多かった気がします。青と赤しか書いてなかった。ダメだろそれ。ちょっとごめんなさい。もう一回、もう一回、もう一回どこですか、皆さん、ごめん。よくそれで文句出なかったな。ごめんなさい。アンケート、もう一回取れますね。ボーナス。ボーナス。ボーナスズガラはどれが好き？どれで揃える？まあ、そうだね。だから揃え揃えた、まあだからミュージックだよね。え、そうそう、兄さんに聞きたかったんですけど、はいはい、ファンファーレが違う台ってあるじゃないですか。そのもちろん揃うズガラによって、ファンファーレが揃えた図柄によってファンファーレ以外の中の音楽も変わる台って一番最初何ですか。一番最初何だったかな。失礼しました、皆さん。フォキシードルさん、200円いただきました。ナイスロー。昔ゲーセンで言ったクラコンはジャックケーブルの払い出しが5枚に削られた分ボーナス確率激山でした。やばいですね。多分ユニバーサル系だと多分コンテストだと思うんですけどね。コンテストですよね。いや、俺ちょっと不安だったんですよ、うん、やっぱりこのビッグエガラが3種類あるから、はい、せっかくだから全部違う変えちゃおうってなったと思います。あ、うん、ちょっと待ってくださいね。コメントがね、ちょっとめちゃくちゃ来てるんでちょっと読み上げてください。早い。ブワーっといきますよ。なんとゲーム遊楽さん、新橋でコンテストのオフ会をやったそうで、すごい、ガルゾーさんがいた。おお、でもそれリアルですね。どういうこと？結構 大好きだったから来たんじゃないですか。いや、だガルガルじゃないよ。ガルゾーさんは。ガルじゃ、ガルガルとか言っちゃったよ。ガルではないと思う。ガリさんじゃない。ガリゾーさんですよ。ガリさん。リの方じゃない。ガリゾーさんね。絶対そう、絶対。あ、ちょっとごじってんすかね。ガルはコンテストは、うん、確かに、なんかイメージない。嫌いな方じゃないですか、ね。だと思います。多分だいぶケチョってたんです当時。アメタラさん、神奈川の肌野の大根って方で、大根ね、大根ね。まあまあ、でもしょうがない。まあしょうがない。大根って書いてよ、じゃあ。カタカナでしょ、大根は。こう書いてあ
よね。まあ、例えば誰でもあの大根って読んじゃうよね。すみません。そうなっちゃいますよね。失礼しました。はい、有名店ですよ。うん、ウスさん、ごめんなさい。本当にアンケート間違えてました。俺 もう天然だと認めますもん。はい、夏坂さん、音ね。リーノシーズさん、画伯、コンドル書いてください。ボスさん言われてますよ、なんか。コンドル、もう何回も書いてるよ。ヒデちゃんさん、ナイスよ。ボコジョさん、でもやっぱ赤が好きです。うん、珍しい。バスボマさん、3つ全部がない、やり直し。3つ全部好き。なるほど。株式会社、山口達也さん。その名前、やっ中田さん、ファンファーレから子役ゲームから弱地まで音楽が変わらずずっと流れてるのは高砂のソロヤングです。何の話してたんだ。おさむさん、そうやっちゃった、ごめんね、天然でした。レッツはね、この後ですからね。そうですね、うん、コンテンツの方が先です。レイさん、こんばんは。オーネはね、大根じゃないよね、ごめんなさい。キラーさん、ゲチェコンが出ればコンドル枠下青7なら青、それ以外は赤で揃えてました。興味残し。ファイナルコマンダーさん、いらっしゃい。ひまわりで毎日言ってました。あ、ひまわり、どこのひまわりだろうな。モータイトさん、コマンダー懐かしいです。これってジャックの話は15枚仕様ですか。これはそうです、これ15枚そうですね。ローナガさん、クランテはこの前エイプロチャンネルで取り上げられてましたよ。あら、なんか最近オノピーさ、やってます、ね、やたらレトロやってる。レトロやりだしたよね。やりだしてる。まあでもあの人はそういうあの頃の機種がやっぱ詳しいんで、うん、そうだね。え、なんだろう、なんでやりだしたんだろう。やっぱこうアクロスがこうちゃんと流行らせるためにこう面白かったよみたいなのとか、そのそういう風にして新しい出る台をこうもう一回打ってよみたいな感じなのかな、うん、一応だって広報じゃん、広報としてやんなきゃ予算出ないでしょ、うん、そうっすね。ゴッドさん、いらっしゃい。ボスが今あくびしたってコメントしました。ありがとうございます。ああ、あくびしますよ。何か骨まみれさん、某ネット掲示板で初めてコンドル揃えたけど、スケベ王子が逃げ回ってるみたいな BGM が嫌いですって言ってて、2日くらい笑った記憶があります。どんな音テレレレレレレテレレレレボボ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 ボ目指せ高評価線ですかね。ちょっと間抜け感。ノーリーさんです。初見で見たときはコンドルが中指立ててるものかと思いました。そう、これがね、またその中指立ててる問題がありましたけど、どけ、うん、人差し指ですこれは。そう、はい、かかって小屋スタイルですね。そうですね、挑発してます思いっきり。マサヒさん、オノピーはパチバカを意識してると思いますだって。それはどうなんだろう。だから今度ちょっとオノピーを一回スロットバスロキシに呼ぼう。呼びたい。でも本人も出ていいっすよって言って、なんか言ってましたよね。出まし、行きます行きますみたいな感じだったんで。ヒカルさん、陸中の音楽ならファイルカウントダウンが最高です。ファイナル、あ、ファイナル。ファイナルカウントダウン。1600名様超えて、もうすぐ1700名様になります。1700名。1700名様。なんか今日調子悪いな俺。酒足りないんじゃないの。いや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 。酒飲むとね、はい。リーノシートさん、ずいぶん変わったコメントされてますけど。なんで。ボスさんはいるだけでいいんだ、だって。あくびしたって。夏明かりさん、ボスさん、そのキャップはサントリーから訴えられませんか。訴えられないです。はい。うん、博士さん、この頃のユニバ筐体はマックスベッドの横ペシッと叩くと振動でベッドできました。そうなの。ここでしょ。横？横ありましたよ。これはできないと思うけど。あ、千人。できました。できたんだ。すごい。あれ有名な話ですね。だそれやりまくる人がいて、結構ここね、くぼむんですよ。特にあのこれちょっとマックスベッドの形違うけど、エレコ筐体はだいたいここへこみます。ちょっともうちょっと四角で角張ってるんですけど、長方形っぽくて。あ、俺それ覚えてる。あの千日前さんじゃない。千日くれないさん。あの言葉足らずですみません。なんか消えてきた。はいはい、はい、お願いします。新橋でコンテストオフ会やってたら、メンバーの人同じ店でガルゾーさんがいたって騒いで、コンテスト行ってたわけじゃない。あ、なるほど。同時にアニカさんがいるんじゃないかって探しました。そうです。のそれっぽい人はいたけど、ご本人までかかる。どうだったんですかこれは。あのね、その多分これ2000年とか2001年とかそれぐらいじゃないですか。あの新橋でパニックセブンのなんかオフ会
パニックセブン関係のなんかイベントかなんかやったんですよ。で僕それ行きました。で檜山も多分いたのかな。塾長がまだガイドには入ってなかったけど我々の周りをうろついてた頃で、うろついてた頃、うん、でそう僕行きましたよそれで。ガルはいたかな、どうだったかな。じゃあ合ってるんだあの人。確か新橋のお店だ。違ったかな、品川だったかな。爆笑が超えてほしい。まああの辺港区界隈で何かをやったのは覚えてます。BH さん、ゲーセンのコンドルが甘い。フル DDT でストレート3万5000使ってきたのがバケでした。新橋は出るか出るよじゃないですか。だってそのお店いっぱいあるかな。でもあの当時は山口達也さん、この時代のスロット代はタバコの混じ液されてる代がほとんどだったです。いや多かったですね。チカチカ系とか鼻チカ系とかクリーンピースもあったんだ。新橋、新橋ありましたよ。昔ありましたよ。新橋グリーンピー上野もありましたもんね。上野はまあまあ、やっと来たやっと来た。でこれ今中段に押して1個も滑ったっすね。すげえ美しいですね。美しい、まあ、黄金の王道ですね。王道の出目ですね。王道ですね。いや素晴らしい。やったよし。523ゲームたまに。さあ何色で、ね、まずね、バケかどうかを判別させていただきますんで。これははい、ビターンって止まったけど、青七がバケでございます。バケです。ボッサーバケ角だったらしい。バケ角なの。バケ角、今のバケ角三日崎さんってあのめっちゃ全部覚えてるって人がバケ角ってコメントしてる。あれバー角なんですね。そんなことあるの。あ、払い出し15枚でございます。あ、中段に止まればそっか。いや上段は中段だってチャンス目でしょ。中段は入ってるか。あ、入ってるか、入ってるか。そこまで。あの目だったら。上段も入ってますよ。全部入ってるんですよね。なら止まればどこでも。ハサミで枠上に赤ならじゃないとダメだと思う。え、だから赤ならどこ止まっても当たりでしょ。あ、そうです。中に。下段が化け角らしい。化け角。こっちは今日、ここは？わからない。あ、上段も化け角って書いてある。上段も化け角。じゃあ中段だけなんだ、共通。化け、共通化け？うん、やっぱそうだ、そういうことだ。バケ共通バケですね。いや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 面白い。マジか。皆さんね、高評価ぜひポチッと押してください。お願いします。みんな詳しいな。すげえ詳しいし、ね、コメントがもうとんでもない量来てますよ。それさもうこれはもう無理とかバケとかこれはもう無理。コメントが早い。コメントこれやばすぎ。やばいね。いいね、いいね。豆太郎さん、中段だけはセーフ、セーフです。杉さん、上からバケ共通バケ。あ、そういうこと。7の1がそうそうそう、バケ共通バケなんだ。あ、これが共通、これが共通ね。だから出てるし出てるけど、え、早っ。そう、当たったけど4ゲーム。え、だから ここバケ、ここバケ、ここ共通ね。そうそう、うん、これビッグであってほしいですよね。カイさん、ありがとうございます。そうですね、これでバケだったらあ、曲聞きたい。ちょっと待って、これリーチもちょっと見ますか。あ、見たいです、見たいです、見たいですよね。1ゲーム前で入ってました。1ゲーム前で。え、本当、どんな目だった？見てなかった。いや、超遅延なんでも全然ないんですよ。もうあれですね。ど真ん中リブレ、中リブレ。あ、これはまあね。ああ、びっくりした。揃っちゃったかと思った。ドリセル。ああ、出た。出ました。ああ、いいですね。ここは何がいい？これスイカ。ここはスイカの中上段とか。チェ。あのチェスチェ、チェスチェの、皆さん何色で育った。ああ、そうなんか、コメントください。上段か下段か、これですね、上段か下段ですね。ノリさん2ですよ。お、これズレです。出た、出た。おお、すげえリリースだ。いいな、いいですね。あ、これちゃんめですね。これだからここで、単品赤だな、うん、単品赤だな。おお、これはあれですよね。中段リップ、中段リップですもんね。はいはい、これいい。いや、いい。よくその目出した。美しい目。じゃあそろそろそれましょうか、はい。この滑りでね。あ、この音は、
だから僕はちょっと BMAX 風だと思う。ああなるほど、確かにそう言われる。ああそうだな、うん、これが一番好きだった。近藤さんこんばんは。はい、来ましたよ。いきなりか。いきなりか。はい、これ2コマですか。ビタ1個ビタ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 。どうなんですか皆さんも。これもまあビターですけど、まあ何でもいいですけどね。はい、やってますね。それ下段ビターって難しいですよ。かっこいいな音。まさしさん、ああいい音、酒が進むだって。ポコチさん500円いただきました。ナイスロー。みんなでリーチ見て、あーおーっていうの草ですこれ楽しいっすよね、気持ちっすよ ね、 すね。だからやっぱこう当たった後もリーチ目が楽しめるっていうのは最高ですよね。最高っすね、うん、だからスケッチお金を捨ててでも見たいんですよ、リーチ目は、うん、いい時代でしたね。あれでもアシストは 75% じゃなかった。 75% ぐらいですね、もっとですね、もうもっと3分の2ぐらいか。だから 66% ぐらいか。高橋さん、懐かしいファンファンに鳥肌立ちました。まずさ、まずこれはハズレですね。ハズレです、ね、大好き。あ、なんかえらい滑りますね。まるまるまるさん、音だけで酒が飲めるけいすけさん、BBRB この流れが至高。やってますヒルさん。赤が枠下に落ちた中段リップが BMAX と同じ逆ハサミにすると1コマ余裕になります。あ、いいでしょ。それさっき言ったやつ。これだから、ここに、1コマ早くてもいいですね、だから、これは3分の2かな、はい、ダメでしたね。ピタッと止まります。レクティーさん、すごいです、60円に入れる。ドッキさん、空回し外しってできるんですか。いや、ほら、やばい、なんかあったなぁ。あったんだ。あったんだ、できますね。ケイムさん、見てたら台書いてできます。準備目が最後に。これは、やってますか、ヒルさん。これはビタです。あ、今のはビタだ。あ、中段か。中段だけか。あ、斜めになっちゃったね。あー、懐かしい。左下がりがビタ。まあ、全部ビタでいきましょうとか言って調子こいてるけど、田渕さん、やっぱり見えねえ、ワインは無理か。やってますよ、ヒデさん。中段リップが滑り制御で BMAX と同じ。なるほど。これ第2リールのアシストは厳しいんですけど。やべ、おお、ごめんなさい、これはごめん、こぼした、こぼしたすいません、すいません、すいませんでした。コンテストの制御って面白くて、第2は厳しいんですけど、第3はあのテンちゃんとテンパイしてたら、あのテーブル無視して引っ込んでくるんですよ、横がしてって。テンパイさえすれば引っ込んでくる。テンパイさせるのは結構厳しい。これさ、俺はこの時は直視できたからいいんだけど、直視できないし、よくできてたよね、これ。すごいと思う。あの、振り分け振り分けっていうんですか、あの、はい、そのコンドルをどっちか選ばなきゃいけないんですか。あ、そうそうそう、押し分けですよね。そう、押し分け。そうで、グランシェルとかとは違うからね。うんうん、そうなんです。こうなった場合はもうチェリー付き青ならが下にある方ですよね。長桜、また爆笑のこと言ってんな、なんか。いや、もう外れだ。外れです。と結構マジいいっすね、これ乗ってきますね、なんかいい、ノリノリ。赤、青、長桜、直視できません。満足にやれた記憶は数えるくらいしかない。数え多いな。数え多いですね、一回こぼしましたけどね、いまいち。秋さん、ボスさんが今日は身を乗り出してるって、確かにどうしたと思う。結構ボスさん大きくなってる。大きくなってるだけだよ、それだけだよ大きくされてるだけじゃん。そうそうそう。アンパンさん、押し分けは赤なので調整してました。あ、なるほどね。ゲン・ユーラクさん、直視できないからリールの切れ目見ながらリプレイ外ししてました。
逆ハサミ、逆ハサミだとラインいいんじゃん。やっぱ逆ハサミってめっちゃコメントあるけど、いや、ちょっと危ないね。でもなんか逆ハサミ消化してるって何人か、ちょっと何人か来てましたよね。パズチじゃなくて、だから赤ら冗談とかの時じゃない、うん、ちゃんとあのテーブル表が頭に入っているであれば逆ハサミ。ああ、止まった瞬間のあれを見て、みんなそう書いてるな、冗談赤らの逆ハサミ。まあ、その方が楽っちゃ楽だもんね。はいはい、松橋さん、マガジンがリール制御の解析出したって。いや、多分どっちも出してるけど、ガイドも出してる、うん、いい目、いい目、最高。グレナバーさん、今ちょっと泣けてくるそうです。当時思い出して。ありがとうございます。あ、大丈夫なんだ。さあ、来ました、プロ、はい、三日崎さん、下段に赤7止まった時に中に上段くらいに青7狙うと左上がりに7がテンパります。こうすると残り2ゲーム。これ何枚取れた？1回俺やっちゃったからな。さあ今、あ、今15枚足して今361枚か。あれ、最初の15枚入れてもダメ？俺今最初の15枚入れて360、120枚。おっ、ボーナスに0枚ですよね。ボーナスイン0枚なんですよ。ボーナスインは、0枚かな。じゃあ揃った時は15枚だよ。揃った時は15枚。今430。あ、あ、結構いいところまで行ってんすね、これ。いや、行ってる、もったいな、もったいな。これは、うわー、やらかした。いや、やらかしてるな。何枚？あ、行ってんじゃん、15枚足して。15枚足せば、足しちゃったじゃん。あ、行ってる、行ってる。457枚っす、うん、え、ってことは、こぼさなかったら472枚取れたってこと？そう。すげえ。あれだけ外れあんのにだよ。ね。すごっ。やっぱすごい。やっぱコンテスト2はやばい。やばいですね。15枚足して400。あ、達成しちゃいましたけど、458枚。メインが15枚みたいな感じ。そうそう、そうですよ。うん、だからスイカも落ちるわけだから。そう。ベリよりスイカとね、15枚焼くのが落ちちゃうから。ガンガン落ちてたから。すげえ。いや、すげえ。まるまるささん、受ける。いやー、達成しちゃったよ。達成しました。この後最後まで見ていただけた方にですね、Amazon ギフトカード1万円をプレゼントいたします。はい、あのね、あれ、あれ言うんでね。キーワードがあります、ね。キーワード言うんでね。はい。はい、破格だね、コンテスト。いやー、やっぱやべえ台だな、これ。TA チャンネルさん、ガイドは間違い多かったから正義外してするバカだった。過去アニカさん、ごめんなさい。まあ、周りも多かったけど、まあ、お互い様ですよ、なんか前言ってましたよね、収録で。あのガイドが間違えた数値をマガジンがパクって間違える。あ、そういうこともあった、うん、逆もあった。逆もひなっぱ、逆ハサミなら最後はコントロール方式なので消化が楽でした。当時何かの紹介します。第3リールはあのテーブルを無視するので5本入ってるんでしたっけ。5本です。テーブルは各本日のキーワードパンツ成立役ごとに。ここからはリリス以外で、いや、ゲチナ出るかもしれないですよ。あ、ゲチナも出ますよ。リリスの代わりにあのゲチナ、うん、左の上段のスイカがこの状態から右リール上段ボーナスで止まります。いやー、覚えてない。止まればチャンスとか。いや、止まれ、なんか止まるイメージがあんまないんだけど、うん、警察の方お願いします。はい、警察って呼んだら失礼なぐらいですよ、本当に。阿部さん、サクセーションも400、そう、サクセーションも甘かったね。サクセよね。青七は止まるらしいですよ。青七は止まる。青七だけ。でも、ノーちゃん。うん。デメ属性が違うんだよね。リボベ。リボベもあるよ。リボベ。あ、止まった。こうか。リリベ。で、そうか、リリベになっちゃうのか。じゃあ、ここだと、リリベを否定したらいいとかないのかな。リリベに大体なるじゃないですか、この形って。ちょっと誰か、さ、先ほどの、BGM の図柄をどれで揃えるかアンケートはコンドル 44%、 青が 37%、 赤 17% でした、ね、そうなるな。734票いただきありがとうございます、アンケートね。アンケートありがとうございます。鎌田芸能さんいらっしゃい、まあ、多分やっぱコンドル狙いしてるから必然的にコンドルで揃える人がケースが多いんじゃないですかね。
マルッサさんから質問が来てます。はい、どうぞ。青7に羽をつけなくて赤7図柄にだけ羽をつけた理由知ってますか。青7がかっこいいからじゃないですか。確かにね、いらないですよね。そういうことやんなよってなりそうですよね。多分、うん、この赤7だとのっぺりした感じになっちゃうんだよ。だから羽つけたんじゃないですか。うーん、青7はね、もうあって箱押ししてるから、縁が。で、この形でリプレイ来なかったんですよ。今ね、リリプになる形で。で、スイカ L なんですけど、L ですよね、これ多分入ってないと思うんですけど、うん、で、ここ7来たら当たるじゃないですか。当たるじゃないや、スイカ揃うじゃないですか。7が上段に来たらあまり見ない、出るのかな。だから結構コンドル枠上上ぐらいで押すと結構あそこ止まっちゃうんで、そこからのリーチ名をちょっと知りたい。マメ太郎さん、リボベって無条件でリーチ目ですか。リボベ、リボベ、はい、集団リボベってことですか。リボベってよくわかんない。で、どこにどこにですか。ひら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 さん、中段にボナが来れば入る。高松さん外れ、ちょっとよくわかんない。ごめんなさい、どの状態、ごめんなさい、どの状態だ今。リボベが中段にボナ、スリーベで、左がスリーベで、スリーベで中中段ボーナス絵柄とか。だから右何でもいいの、ここで、ま、リボーリボベ、リプレイボーナスベル、中段リボベってことですか。中段リボベ、リプレイボーナスベル、リプレイボーナスベル。ああ、だから中リール中段ボーナスね。あの右リール上段、うん、あのボーナスで、さっきの左リール中段リプレイからの、うん、だからこっからの、あ、そうそう、それで、では中リール中段ボーナスと右上段ボーナス、中リール中段ボーナスの右上段ボーナス、うん、だからそれでリボベじゃないですか、うん、中が一つ中段リボベ、うん、中段リボベ、いや、これがここね、そうそうそう、あ、それで当たりってこと、ね、はい、それしかないのか。ゲスターさんいらっしゃる、なるほどね。マスでけえ、マスさんでかいですからね。ダメさん、スイカでボナ図柄ハサミも当たりなんですか。要するに、まあ、スナスとか。スナス、スナス、スナスになっちゃうね。スナス、スナスか、スコス、スコス、ズレ目見たいですね。アーサー、クランキーコンテスト2ってなんだって軽く調べたけど、機械でめちゃくちゃ低かったんだけど、甘い台なんですか。そうですよ、1位 105% ぐらいだった記憶が。そうですね。そう、ゲームさん、追加のボーナスを挟んでるのか。リボベ、ちゃんとリプレイ外すれば激ヤマになる。激ヤマ、超激ヤマ。グレナバーさん、あとはスイカの逆 L 字。逆 L 字か、こうですね。アメタロさん、だからここから中段にボーナスってことですね。ど真ん中、そうですね、これが1個は下ってことですね、うんうんうん、歌舞伎さん、そういやボスも旅打ちだったか、スルムチで打てたよね。あ、福岡編で1を打って、大阪編で2を見かけたけど、多分映像には映ってないです、うん、打ってはいるんですか。打ってます、ちょっと。あ、さあ、気がついたらもう10時15分あらららら、来週のキッシュ、はい、何かあってた、一応ここであるキッシュで、さっきもうあれ、カブト、おほほ、カブト、いいじゃないですか。秋田のリベンジ、カブト、秋田のリベンジしちゃうから大人気カブト、中野ジーンさんが喜んじゃうんじゃないですか。カブト大好きなの、はい、ハマって終わる可能性全然ありますからね。6でも秋田の時みたいになんかもうダダ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 ダ、もう絶対にモーニング入れないでやりましょう。あ、もうカズさん、ビッグチューン、右下段赤七天使、中リール青七狙うと15万役の時は左上がりに限定されるので、コンドルの打ち分けがいらなくなりますよ。あ、そうなんだ。ビッグチューン、右下段赤七天使。なるほど。おーほーほー、これはどう、いやいや、これ当たりですよ。当たりですけど。当たりでしたっけ。これ当たりですよ。当たりですよ。あ、当たりですよ。ボーナス絵柄。これ、これだから、
スイカこぼしってみんな書いてますけど、どうなんですか。え、これスイカこぼし、スイカこぼしって書いてます。スイカこぼしがいっぱい出てますね。そう、クランキーコンドルで言えば、これ右にいる、はいはい、コンドル付近になるんですよ。ここだじゃダメか、ボーナスいなきゃダメか。警察の方早いですよ。ピピーピピースイカこぼしですって、もうみんなコメント、スイカこぼし、スイカこぼし、やばいスイカこぼしコメントが埋まった、やばいスイカこぼし、コメント、そうだね、青だけ代用ないよとか。はい、そうでした、失礼しました。青って弱いんです。すごい。いいね、それぐらい来てほしいもん、いつもピピピーですよ、いつも来てほしい。中野さん来た、カブタいい台ですから打ちましょう。神田センターにも台入れ替え後、状態バージョンが投入される。よかった、中野さんいてくれて。いやー、これね、上がりましたよ、すいません。本当、いやいいね。いいですね、詰められたいもん。すげー早かったです今、ね、こぼし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 、なんか後ろで仁王立ちしててなんか怒られてるみたいな感じして、こぼし、こぼし、スイカ、スイカとか。イエローカード出ましたね。いやー、この感覚よ、配信の楽しさ。来場者さん、謝罪頻発は盛り上がってる証拠。いやいや、超ウケるわ、最高ですよ。骨まみれさん、めっちゃ笛鳴らされてて、近距離2択。はじめさん、いらっしゃい。いやー、面白いな。しかし、しけねえな、お前。中桜さん、セロキさん、スイカこぼしで忘れないようにもう一度言うとか。大砲だですね。やってますよ、ひでさん。コンテストは、その青がいてくれるのが楽しいです。そうですね、そうでしたね。はい、ゆきりんチャンネルさん、いらっしゃい。いらっしゃい。こんばんは。 DDT してると押さない場所ですが、左リップベルスイカからのリップ V 字も入りですよ。ご存知でしたら、すみません。大 V ですよね。あ、左リップベルスイカ、そうですよね、こうですよね、のリップ V 字。へぇ、コイヌマックスさん、逆に中リールの出目でこぼしはボーナスはあるんですか。中リールの出目でこぼし、中リールの出目でこぼしってあるんですか。だからチェスチェスとかは取れない。ああ、チェスチェか、うん、あの辺取れない。あ、チェリチェ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 。いや、面白いな。面白い、出目最高ですね。あ、ヤスさん、明日神田センターで爆笑打ってくれます。ありがとうございます、おやすみなさい。ボスさんに、じゃあヤスさんですって声をかけてください。ボスいないよ。いないヤスさん、金曜日はおやすみ。まさにさん、スイカこぼしが多発するので右青菜は弱い。弱いですよ、スイカっていうか、もう右青菜、ね、そうです。手前で押しちゃうとダメですね。ダメなんですよ。徳山さん、この台は通常スイカ取りこぼしデメがたくさんあるなと思い出しました、うん、まあね、こぼしてもなんとかなっちゃうやつ。そう、はじめさん、録音機出る噂とかないんですか。一瞬あったんですよ。ありましたね、噂がね。でも消えましたね。作ってるっていうぐらいの情報でしたけど。骨まみれさん、25年経っても発見があるっていいよね。いいですよね。ドアさん、この曲です。いや、だってもう BGM 聞いた瞬間、みんなもういくらでも酒飲めるとか、なんか当時思い出して泣けるとかっていいですよね。あれですよ、本当マジでこれでコンドルビッグを揃えないでこの配信終わったら暴動起きるんで、ダメです。ですよね、多分ね、はいはい、ダメですよ。チャンネル登録解除祭りですよ、ね。はい、どうしたさん、ハローディア爆笑打ってくれる人を接待するぐらいの気持ちはないのかな。最初からあったじゃん、打ってくれる人は金払うって言ってたよね。金払いましたよ、俺だって。しかもドア、あの4000円分の天岐阜を送りましたよ。おお、素晴らしい。そうだそうだ、そうっすよ、ちゃんと。朝日さん、コンドル揃いも聞きたいです。ですよね、そうですよね。あ、三日崎さん来ました、先ほどリーチ目全部覚えてたって。おうおう、はい、左上段コンドルから右上段コンドル取り点は中スイカ付き赤七上段下段ビッカクです。お、中段は共通だけどハサミならほぼ化けになる。あ、そうなんや、うん、すごいね。条件でどんどん変わる。いや長桜、やっぱ名機だよな。爆笑で泣いた人いなかったような気がする。いい加減しろ、本当におめえはよ、さっきから無形さん、ごめん、爆笑どの回でも出てくるな。いいじゃないですか、徳美さん。爆笑ってワードがない日ないよね。そうですね、やっぱ愛してるんで、本当に。
やってますよ、広瀬さん。自分は神田センターで打ちたいのがメロディナールとクロス CT です。変わってますね。ほんとかよ、変わってますよ。やばい。やってます広瀬さんは、あのやってます広瀬さんでいいんですか、ちょっとコメントください。どうなんですか、ね、違う人なのかな。やってるからさんじゃないの。やってるから広瀬さんか、あの人、あの檜山松さんの友達の、うん、どれだけ好きなんだ。バクチョ好きっすよ。ロンバケミスターさんいらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。コンテストは絶対コンドルでした。水瀬さん、グレナバンさん、バクチョ大好きなんだけどな俺って。なんか別にいいことですよそれって。なんかみんなここでバクチョ好きなの書くとディスられるみたいになっちゃってるじゃないですか。え、やってます広瀬さん、今日クロスシティ打ちに行きましょうって。素晴らしい。そうだよ、あんまり回んない。終日打ってくれたのかな。だってアリバイクス終日打ったら満々出ちゃうじゃん。やっぱあの台はちょっと異常なんで。やっぱ出るんすよ、あの台。あれは出ますよ。鎌田さん、愛があれば大丈夫って広瀬コメント言ってますよね、うん、そうですね。大国寺さん、メーカーのページにクロス CT を極めてないと目押しを極めたとは言えないなってフレートが書かれていた。ほほほ、やばいっすよあの台。あれはやばい、あれはやばい。藤丸さん、呪術回戦が楽しみって出るの台。マジで。え、映画じゃないの。あ、映画のことか。ほんでいきなり藤丸さん、どういうこと。呪術回戦ってあのジャンプでやったらあるでしょ。すげえ人気あるやつ、うん、ユニバに今 4D やってるよね、確か。高政さん、クランキーシリーズを6号機で出してほしい。あ、今日休みだ、そういうの。そうだ、今日定休日だ。休みだ、センター定休日じゃん。今日定休日だ、定休日。会場者さん、いかがでした。ファーリーフさん、この配信ユニバの人に見てほしいです。見てる方いらっしゃるんじゃないですか多分、うんうん、よーし、ね、マー君さん、こんばんは、この配信見ながら家でコンテスト2の実機撮ってます。おー素晴らしい、おー素晴らしい、素晴らしいですね、素晴らしいですね、いいですね、いいですね、うん、あ、山坂半券取って呪術回戦の台が出ますよ。だってマジですげー人気出んだろうな、すげー。だって若者にめっちゃ金かけてんやん。呪術回戦だよ、すごいよね。ハンターハンターの劣化版と言われてますけど。ヤマサー取ったの大丈夫かな。大丈夫じゃないかもしれない。ねえ、サミー、いやーどうだろうね、ヤマサー、ね、爆笑 AT ですよ、ね、何で出すんだろう。スマスロで出すの。あ、スマスロで出さないともったいないですよね、呪術回戦なんてね。せっかくのコンテンツですからね。そうなんだ、全然知らなかった。徳平さん持ってる。お小水に行ってきました。さっき言ってなかったっけ。いや言ってないですよ、あのボスさんが入ってスロキさんが入って配信入ったから。ああ、行けなくなっちゃった。いや当たらねえな、おい。当たない、今日は重い日ですね。今日重いですね。何でしょう、電圧が低いのか。電圧が今日は低いですね。ちょっと乾燥してるか。あ青ナラとロータリーで打ってみたらどうですか。青ナラどっちですか。こっちですか。そうそっちです、こぼす方ですか。ええ、こっちの方が当たるかもしれない。でも俺結構見逃すんで教えてくださいね。うん、あ、大丈夫、いっぱい今日あの いるんで。いっぱいいるんで。監視されてる。早いからな。このね、赤をね、結構ね、見失うんですよ。昔からそうだった気がするけど。コンドルでタイミングを押ししましたね、多分。あー、そっか。コンドル遅めみたいな感じ、ね、そうそう、楽した。あー、そっかそっかそっか。そう、確かに、その方がやりやすいか。コンドルも多分そうやって打ってたんで。あー、そうですね。青天の時ってこと。青天だから青天コンドルでしょ、コンドルを下段枠下に押せたんで。そうか、青ならではでベルをこぼさないように打つなら、スリスをビタ押さない。しい、え、そんなことあったんだ。厳しいな。
スリスビタね、うん、だから2個増したってことですよ。1340名の方いらっしゃったいらっしゃいませ、こんばんは。そっか、ピースメーカーさん、呪術廻戦の作者さんってめちゃくちゃパチンコ大好きで、そうなんですよ、だって自分のキャラの中でもあの核変の能力を持った人が出てきてて、そういう説明とかちゃんとしてるんですよ。核変とかちゃんと説明してました。あっ、怖っと今の1個前はチャンス目だったと思うんだけど、チャンス目ですね。あ、見えないかですよね。右にいる上段チェリーでしたよね。そうですよ、チェリーベルシーカーって中段赤ですよね、うん、これはビッグだろ、今度狙っちゃうもん。え、これ大丈夫？いやー乗られてないもん今の。完全にメイキリテンの流れだな、これ今のはね、一瞬思ってビッグ狙ってあら、この人だな、考えてみたら スリスをビタで押すことになるから、セルプレーで青手は三好スリス以外にしか止まらないのが残念なところです。うーん、やっぱ受け継がれてますね。ノロボールズ、ノロボールズ、呪術発動。このさ、BB はちゃんとした目で、化けは変な目で。ああ、はいはい。ブランスリーセルさん。よく当時コンテストのご派遣中に化け揃ってました。ダイナマイトバージョンだなと思って。いや、どうも、長田さん。いや無限さん、青七とロータウチすごいね、楽しい。こんばんは。こんばんは。マイクついてないかな、はるちゃん。あ、そうです、そうです。ヘイヘイ、テストテスト、待ってます。あー、俺が打ってるように見えるの？確かにね、あそこに顔があるからね。おっさんはコンドルを鳥って呼んでました。あー、まあそうか。マニーハニーさん、コンテストのジャックゲームは高校生の頃の情景が思い出しちゃう。ボスはミッション達成したらボスの呪縛から逃れられない。いやー、BGM 聞きたいですね。これは聞かないとダメですね、うん、中にいる枠上ボス、うん、確かに今いますね。え、外れそう。あさっきスイカこぼしたから一回じゃ撃ってるみたい、ボスさんが。いや、ちょうどリールの上にボスさんがいるから。あ、いい、合ってる合ってる。お、いいいいいい。もういいよ。もういいよって自分がやりだしたんじゃないですか、勝手に。長坂さん、また言ってる。あ、タイミング下手じゃね。マリサさん、ダイナマイトの仕事人の音楽とかもそうですが、似てるだけで半径料払ってないとか昔は多かったんですかね。あ、うん、ジャパンのゴヒロミの奥様、そうですね、若干変えてね。育ちさん、いらっしゃい、いらっしゃい。育ちさんのツイートで息子さんが大きくてびっくりしましたね、うん。銀さん、いらっしゃい、こんばんは。いらっしゃい、こんばんは。目押しレベルがゴミすぎてクランクは打ってなかったです。難しかったですよね。やってます、ヒロさん。一瞬で一気中できるのが最高ですね。ミーマさん、けど今だったら AT 機でナイツ出せるんじゃないですか。あれ、ナイツ出るんじゃないの、3000台。言ってましたね、先週なんか配信でコメントきました。200台って聞きましたけど。
本当に300台じゃなかった。レンタルの200台。レンタルの200台。なんかそんな情報が。200台はやばいですね。200台って。マルハンに1台ずつ入れても足りないじゃないですか。足りないですね。まあだから何かのシステムのテスト導入みたいな感じじゃないですか。それにナイツを使うんですか。マジか。200か300なんだ。うん、買わなきゃ。買う。マルサさん、ナイツマジで音楽そのままで頼む。月明かりのように。しかしね。夏あかねさん、千円隠しはどこを開けてましたか。自分は上です。こっち。ちょうど。阿波桜さん、ナイツなんか持ってこいだと思うんだけど。まさしさん、山さんもったいなくない、ナイツ安売りしないでよ。いや本当っすよね。なんでだ、なんでナイツを使ったの。なんでもいいじゃんね。じゃあ、確かにね、200台ぐらいだったらナイツやめてほしいっすよね。銀さん、改めて初見です。よろしくお願いします。アニカツさんのファンです。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとチェスチェにしよう。狙うの。中リルね。チェスチェ。チェスチェ、チェスチェ、ここだね。あ、どうぞ、気になったら読んでください。いやいや、あ、だからコイールマックスのアビックスはトリトリなのでビッグですけど、フォトネズの組み合わせでビッグの結晶はいっぱいあります。まずコンチワンがバーバーなのがビッグですね。うんうん。石丸さん、100系とかハードボールドみたいな AT タイプで、しかも D1 目が出たら1枚かけて揃えられるって話です。ナイツ素晴らしいですけどね。300台はやりすぎじゃないですか。挑戦的すぎません。4-3の炎の揺らぎの液晶でやりそうなお考えする。え、ね、あれ300台で市場調査できるんですか。おいおい、あ、気持ちいい。何それ。青天ですわよ。青天じゃん。青天ですわよ。ローズナイトのマスク。さあ頼ます。お願いします。おお、よかった。やばかったー。おつ。はい。いや、大丈夫。宮下さんです。はい。美しい。来た。来たお腹のサーリー。何でですか。もうね、コメントがもうすごい。これだぜって来ていますよ、みんな。懐かしい。兄さん、ゲームにそれもそのまま出してほしいので、余計なものを付け出されるとゲームはドットボールに無駄できない感じ。すごいね、皆さん。深夜感のある曲です。みんな感動してますよ、鈴木さんも。いやー、よかった。うん、かっこいいっすね。涙出てきた。アンドモアさん、夏井ひろちゃんさん、アナナもかっこいいけど、今度もあれさ、ウネマスダイナマイトウェーブの本気キスマスロで出したら意外とワンチャンありませんか。ない。なんていうの、この音って中東感があるって感じ。え、なんていうの、なんていうの、なんだっけ、なんか中東感ないですか、音。中東、あの、なんだっけ、ヤマサのバジリスクじゃなくて、なんだっけ、ヤマサのバジリスクって何。違う、なんとかスク、あのガリゾさんが好きだ。アラベスク、アラベスクみたいな。違います。中近東。中近東感。どうだろう。まあ音階的にはちょっと変な音階使ってる。マインさんも持ってるの。
ハイボール追加しちゃいました。ありがとうございます。いいな。手前手前さん、イヤホンの音で爆上げしました。青7付けよりも。カムキさん、あとは赤7ですね。スロキさん、分かってますよね。分かってますよ。クリスさん、ごめんなさい。間違えた。アラベスクとバジリスク、間違えました。どういうことこれ、ポスター。 BH さん、え、以前ドラゴンでイズボーイズのフラグ台を買いました。その世界ドラゴンってなんだろう、よくわからない。フラグ台わからない。なんだろう、着信音にしよう。ドクリさん、コンドルビッグは俺のせいして。やべ、パンク外してきたな。まだ1回か。え、おお。危ない。マリンさん、ボスさんずっと半笑い顔ですが、いいことあったんですか。いや、シオンさん、証券さん、いらっしゃい、こんばんは。いらっしゃい、こんばんは。自分は30歳なので4号機の時代は知らないですが、5号機の話とクラセルがものすごく好きで、今日のクラコンを見ると改めてリーチメマシすごいなと思いました。6号機でクラキシリーズ出てほしい。出てほしいですね。なんかうまいこと考えてね。哀愁感じます。違う、ないって俺いつもスマイリーボスって言われてんだから。いつも笑ってるでしょ。はい、それをさっき1回目で言いたかったんだけど、あの出なかった。すぐ出てこなかった。あ、最後外れてパンク。切な、切ないな終わり方。アラベスクいいやな。図柄と音楽で世界観すごい。オーナーショップさん、ボス派2点。2点、いつも2点じゃん。1043、昔言ったマイホでクラコン2の裏物ありました。あるん、2の裏物、すごい。2の裏物か、相当マニアックな店ですね、うん、長桜さん、スマイリーボスネーミングセンスダサ。確かに。ハイパーリミクサー、西間満席の大原見の島からでもコンドルビッグは聞こえます。ドラゴンってマガジンドラゴン、そんなのあった。ああ、え、あれのあれか、そのなんだ、広告で買ったのかな、うん、ドラゴンというのはなんかファッション攻略マガジンの、うん、なんだろう、別冊というか、うんうん、ありましたね。アキラ好きさん、最高かよ。ミユマスさん、この足見たと思いますが、アクロさん本当によく頑張ってる。世界観がしっかり表現できてる。そうですね、すごいと思いますよ、マジでマジで。確かにボスさん、なんか今日志村けんにちょっと似てますね。今コメントがありましたけど。あ、なんか最近ちょいちょい志村言われる。あ、駒田卒業したんですか。駒田は駒田で、まあ、相変わらずなんですけど、あ、志村けんもちょっと増えてきた。あ、いいじゃないですか。まあまあまあ有名人ですね、全部。いや、でも駒田は嬉しくないです。駒田は志村けんはいいのね。ええ、あ、古谷さん、コンテスト好きでよく打ちたので、このサンドが聞けて最高です。2じゃなかった、2じゃなかったですけど、コンテストどこ行ってもコセット打ってた。いや、本当みたいだな。マニーさん、ボスさんが函館で行ったスロー戦のコンテストはまんま出まくる恐ろしい裏でしたよ。あそこか。うん、はー。西島秀俊も忘れないでて、誰が西島秀俊に似てんの。一回ね、一人だけ俺が似てるっていう人がいるの。その人だけなんだけど。いやー、あー。大丈夫だ。
スロトラドライバーさんいらっしゃい。いらっしゃい。人生を狂わした1台です。なるほどね。顔寄せましたね。やってます、ひろしさん。駒田、篠崎、岡崎、最高です。巨人ね。巨人ね。アレッサさん、ここに優勝者、パチ屋の無制限札とかラッキー札とか持ってる人たくさんいそう。部屋に貼ってありそうだよね。貼ってありそう。高橋さん、レバーの擦れる。あ、キュッキュッって押すね。そこで押しちゃうと分かんないっすね。そうっすよね。今スイカ、チェスチェ狙ったんすけど、ああチェスチェな…の方でも赤菜冗談止まってるか。警察の方がどうか。チェスチェ狙ってるんですよ。だから、だからビタじゃなかったらベルこぼしてるんですよね。あーあーはは、下段ビタじゃなきゃいけない、うん、チャンメ。中段チェスチェビタだと届かない。チャンメらしい、チャンメ。そう、警察の方、こう…あ左上クリームの右枠下をだら見たら寝ます。審議警察早今なら、あ、でもチェスチェだからベルコボじゃないのか。あ、ないよね、ベルコボ。チェスチェのベルありますもんね、これが。あ、チャンス面になるんですね、うん、そういう打ち方もありっちゃありってこと、うん、あんま狙ってなかったからなっていう言い訳。ゲームさん、今のだとボナなら中リール枠上赤ななが止まる。あ、枠上赤なな。あ、だからリプレイ中断ってことでしょ。あ、そういうことか。そういうことか。そういうことね。そういうことね。そういうことね。そういうことか。チャンス目だけど、まあまあって感じのチャンス目ってことか。カブキさん、スロキさん、そろそろ時間が来るよ。赤ななまだですか。いや、待ってください。今頑張ってますよ。パジェルさん、これは飽きない。一緒見てられる。これはなリーチベマシンってすげえよな、ね、マイゲームだっていいんでしょ。うん、ほんとすごいよ。いやいや、これだな。Gクンドの人か。中田倉さん、言い訳できるのがスロット運動だ。俺が言い訳するとすげえツッコミするくせに。でもそのツッコミが嬉しいくせに。まあまあね。まあ、それを期待して言ってるからね、こっちは。お、シオンさん、シングルボーナス入会ありがとうございます。ありがとうございます。解答者さん、段階踏まずに前ゲーム一発勝負、これぞスロット。いや、そうですね。何普通にいいコメントしてんだ、この人なんか。いつも俺をバカにするコメントばっかり。高橋さん、朝から晩まで言っても飽きないね。いや、これは飽きないですね、やっぱ。で、この時はなんか不評不評言われてるけど、うん、今考えたらとんでもなく偉大ですよ。いやー、本当です。お、バイスリオンさん、お久しぶりです。どうも、お久しぶりです。いらっしゃい。久々配信マネート、ありがとうございます。ありがとうございます。フリさん、リーチベマシンはマイゲームチャンスゾーンです。そう、あ、いいこと言いますね、うん、いいこと言う。マサイさん、ドキドキ感が。あ、これがこぼしだ。こぼし、あ、青七だからか。これがだから、青七が右にいるから。そう、こぼし確ですよね。確定、確定のやつですね。ほぼ確で、どこいてもいいですよね。あれ、ここでどこいても当たりですよね。上中下赤は当たりなんですか。で、いいですよね。よしよし、クラコンつまじい。ゼロチャンスってことで OK ですね。になるのかな。すいません、サトリンさん、俺赤棚引くの見たら結婚するんだろう。どういうこと。はい、国田さん、この頃はいろいろリーチメマシンと甘い台がありました。やってますよ、広瀬さん。この騎士は順押し、いや、ハサミでしょうって票が分かれそうな騎士。うん、あ、分かりました、じゃあ。そうね、だから2冊、え、それはさ、2冊を見たくないからってことなんですか。それとも他に順押しの方が楽しい面があったからなのかな。いや、単純に飽きるから、時間帯によって打ち分けてた。まあ、打ち分けますね、僕も。うん、だから、ボスはこれ、こぼすの覚悟で青なら狙いしてました。いや、今度です。そこはシビアなんですね、やっぱり。
そこはちゃんとシビアなんだ。もし運命がデメ的に、僕も今度狙いでしたね。まあいろいろ枠下枠上ずれ目。大事だった。じゃあ青天はほとんど見なかったって。もう見なかったですよ、さっきたまたまですけどね、よかった。ボスがロータリーで打ってもらってるからファインプレー。ああはい。今度の BGM です。なおなおさん、いらっしゃい、こんばんは。いらっしゃい。楽しい時間ありがとうございます。寝押しができれば来る台でしたね。手入れで設定判別してたのが懐かしい。設定判別して5、6で出なかったらレギュラー仕込んだまま閉店させて、次の日に1枚掛けでレギュラー狙ってドキドキしてました。ほう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 。レギュラー仕込んだまま。負け仕込んだ大変ですね、クロスカウンターだったらもっと楽に。そうですね。公約して、正門とかして、高確率状態にして次だ。俺はもう普通にクレジット切って帰ってましたけどね。クレジット切って帰って出目を全部覚えてメモして帰ってました。奥平さん、俺は基本順押しで気分とモチベーション次第でハサミ打ちでした。つぶやんさん、クラコンが順押し、クランテがハサミって一言ですね。そうですね、それが多分一番スタンダードっぽいというか、人数的に多いかな。ちょっとザラザラ言ってる。なんかブチブチ言い出したね、急に。設定変更判別なのいろいろあったな。何でもできましたね、でも。自動補給の店でコインを挟むところ。ああ、余裕余裕。コインじゃあれだから、こうなんか紙っぺらとかでも、はい。僕はあのチョークの、チョークってあの、粉も昔売ってたんですよ。粉だけ。粉粉だけ。だからチョークに使うのか分かんないですけど、あの、なんていうんですか、石灰。ああ、石灰。はいはいはい。今でもそのプロ野球とかでもあの支給、あの、あれですね、あれを箱に入れて、あのこのレバーの上に塗ってたんです。であのそうすると、ここが綺麗になってれば、あのとか指紋がついてたりしたらレバー叩いてるんですよね。いろんなことです。昔みたい、今みたいに綺麗に台拭かなかったんで、その当時はね。昔は、はい。オーナーショップさん、セロテープ派です。セロテープもね、2箇所貼っといた方がいいです。そう、確かに横と上と、ロジンバッグ。 KD さん、台にメダル挟んで帰ってた。あの場所によってはね、あの台を開くとあのコインが落ちるところがあったんですよね、だから下にコイン挟むと、横に挟むと目立つじゃないですか、下の下皿の下、裏側とか、そこに何か入れて帰ったりとか、ね、いろいろやりましたね。いろいろね。はい。そう、バトとかでもやってましたよ、そういう。バトでもやってたんです。やってたやってた。え？で最初マルハン、マルハンの渋谷自動補給だったんで、ウルトラセブンでバトやった時に。タワーで。自動補給普及したては超良かったっすね。タバコの銀河に挟むとかありましたね。ありましたよ。ミシェルさん、歯磨き粉つけてました。歯磨き粉は攻めてますね。歯磨き粉どこにつけるんだろう。どうやってあのポケットの中で歯磨き粉出すんですか。確かにね、チューって出してる。それが気になる。すごいな。バイスリオンさん、新宿のエルニドでコンテストついちょこちょこ触ってました。エルニドあったか。アヘさん、ホラーのロッツさんは台の下の簡易ヘッドにセロテープを貼ってたって言ってます。はい。中田さん、米粒つけて書いたことある。どっから用意するの。また何、ポケットの中にずっと米粒入れてたの。そうそう、気になる気になる。持ち運びが難しいもんつけてるな、みんな。あと、島娘とか南国育ちとか、パトライトの位置。パトライトの位置はね、あの銀が回るところね。確かに、はいはいはい。あれいつからかでも、設定変更中パトライトが回るようになったんですよね。なんかするときずっと回ってるようになった気がします。対策ですね。まさしさん、天維寺でそのおかげで閉店後全部開ける羽目になったんです。そうなっちゃいますよね。
パッパラカズシさんは鍵穴にリップクリームを塗ってましたいろんなことやるなあ確かにそうだねそうだね鍵穴パトライトに長桜さん米粒塗って次の日回収して食べてました嘘つけちょっとつまんなかったちょっとつまんなかったやっちゃったね長桜さんよっしゃ長桜やらかしたガチフミさん髪挟んだままだったから背置き設定後だと息を言おうと言ってたら手に仕込まれてましたあるあるあるよ俺もね最後はそれで終わるそうっすよね、うん、で隣の台6にしやがってマジでムカついた一回まあでも、あ、もう無理になったんだって思うから次のこと考えようと思うきっかけにはなりますけど、うん、でもその日は結構負けますよね、やっぱりやるしかないからあの、ね、小林さん、これね、データカウンターの履歴が何かでちょっと上がっちゃうんですよ、うん、あそれ多分公約あ連続公約で上がっちゃう、あれだそう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  AT の何か入っちゃってる、うん、一回取らなきゃダメだね前もそうだったもんね、前回もね変えましょう、このデータカウンターねただボーナスとバケの回数は合ってます。これは感じネタ。やってますよ、ヒデさん。米粒増えてたら熱そう。1個つけて米粒が2つになってるという店員の手を見てるぞっていう。今井ちゃん、あきさん、レバーの玉布団で店員さんが持ってきてくれました。バイセリーさん、そういう店との心理戦が楽しかったですよね。楽しかったね。確かに。戦いでしたよ今は出禁との戦いですけどねうんまあだから時代時代に応じて店との戦い方がありますからそうですね、はい、もう来週の記者って決まったっけ来週の記者アニカツさんがカブトでそれを記者どうしますかいやもう一回いきますリベンジリベンジいやちょっと待ってねちょっと考えさせてちょっともうちょっと当たるまでにあとちょっとかかりそうだから何にしようかな。いやでもね、リーチメマシン打ちたくなってきてんじゃないですか。リーチメマシン打ちたいんで、ちょっと今考えてます。なんかコメントでタコスロとかありましたけどね。いやそうそう、でもね、ちょっとユニバーとかあるぜ、やりすぎかなと思ってますね。ちょっと続いてます、ね。さすがまあもちろんね、やりたいんだけど、やりすぎるとちょっとネタが尽きるんで。あもうちょっとあの他メーカーで名機を持ってこようかなと思うんで皆さんコメントください、どうしようかなベルリンチェックもありましたよねもちろんねどうしようかなミステリオウノミステリオウノミステリオウノウルフエムプレリュードサクセッションサミーの瞑想機のホンテッドパーティー2、うん、ジャパンマンベックさんいらっしゃいクラコンの裏で9800枚出したことありますへえ裏結構あるんだね、はい、俺全然地域にはなかったなピーチ目発見エロガッパ豆腐 A ピーチ目発見エロガッパじゃないスロガッパで今さっきそれコメントでエロガッパコメントでちゃんと書いてありますよエロガッパベースケさんが書いてるネタですダブルエルフ VCT 海賊ショップウルトラセブン5号機ね新竜ちゃんさんいらっしゃいいらっしゃい大ヤマト、オリンピア系が見たいピンパンボルキャニックいやースーパープラネットマフィア X、アイスストーリー、カンフレディ、ホットロッドクイーンあれやったよね、ネオプラネオプラやったけど、ネオプラ見たいっすあネオプラマジ見たい !BGM 聞きたいオードブレーキないっすよねないっすねでも裏だったら、裏じゃダメかいや、裏つまんない裏じゃダメか、うん、裏やったんだよ一回オレンジバージョンやったんだよね。そうそうでもノーマルは打ってないけど、ストック貯めなきゃちょっとつまんないかな。ちょっと待って、考える。スノーキー、ミューラー、おしゃぶりパッツロ、シティボーイ、ボーナーショップ、ニューパルサー。おしゃぶり、テンタクルズ、マジパル、ネオプラは5でやってほしい。キングオブマウス、マジパルサー、メイキバンバン。メマツは15分だけ受けるな。大繁盛ヤマト、大ヤマト、トリコロール。なんだこの高幸宏さんネオプラ知ってますよ俺だって世代だもん、うん、ワイパルやりましたかワイワイパルサーってやってないっすよワイパルやってないよワイパルやってないライトアルエンピアチームレイダーダイバーズオイチョーカバータムタムダムチェレ、ま、ネオマジックパルサー
以前イエスロインチャレンジマッツリバーティ3ロイヤルタカシアルツとかあって引っ越しの時に1対17ネオマジックパレスはダイバーズクラン…クンロクトリコって何ギンギン丸、ジョーカーザレット、初代ルパン、ビバイクス、セミオ3分だっけコンチ、コンチホワイクス、フュージョンサミの格闘美神、ウーロンアレックスやる？あ、いいじゃないですか。アレックスね。え、アレックスそこの金のカードなかったっけ。いや、アレックスを取り出すのはあ、いけるのか。上登っちゃえばいいですよね。アレックスよ、エリート、ビッグベン見たい。誰かが手伝ってくれないと無理ですね。でもあ、まあまあまあ、いや、いいですよ、はい、別にあれがアレックスだよな。あ、あるね、あります、あります、ありますよね、はい、アレックスやるか。アレックスいいね。やったことないよね。ないっすよ。いいじゃないですか、せっかく鳥だからね。鳥シリーズ、そうですね。アレックスやっちゃうか。ロクエビさん、アレックスってあのブラックリールの台ですよね。そう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 。ミシェルさんのアスルトマト、やりますか。なんかサンガス、あのね、高橋さん台がね積んであるからそこから取り出すってことです。あのコロキューにしようかなと一瞬思ったんだけど、いや、まだアレックスやってないね。モブさん面白い、鳥だけに取り出す。確かにね、クロゴスね、待望の施設を解凍者さん、解凍者さん好きなの。解凍者さんって何が好きなの。ただね、アレックスは5号機の方が面白いですよ。まあ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 、それは、うん、だから別にアレックスと5号機をやってもいいですけど、やったことないよね。あるっけ、アレックスの号機。アレックス、アレックスなんかやんなかったっけど、アレックスの会社っす。ああ、会社っす。アレックス僕の部屋にあるんで。おお、ほほ、まあ、やってないよね。やってないよね。やってないっす。やってないよね。いやー、でもまず4号機からやろうか。4号機やってなんかみんなが盛り上がれば次の週に5号機やってもいいし、うん、ただ俺は今赤菜を引きたいっていうね、いろいろ。いやー、頼むぞ。プレイボーイ、プレイボーイもやりたいですね。やりたいですね。なんかバージン、プレイボーイはもうあの前半と後半で二択肢やりましょう。同じ、あの色違い。ああ、全然いいと思いますよ、ね。赤と白とか。プレイボーイ、プレイボーイ、何でしたっけ？ DX？ デラックスでしたっけ？あとサーティ。サーティ、あ、サーティね、ボフのやつね。はい、全部あるはずなんで、うん、アレックスさんに、あ、そう、プレイボーイは。アレックスさん、キーワードは？お？すっげえ滑った。あれ、これは、あ、中断リプレイじゃないですか。これは入りじゃないですか。これ入りっすよね、メリリ。これ枠や赤七なんですよ、中リール。もうだって中断リプスもそうですよね、うん、だからいや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 、そう、あ、もう警察の方が警察、はい、いやいや、そう、これあの、違う違う違う、当たってんだろうけど、あの、これ共通ですか。うわ、怖い。これは書いてないですね。二角なの。二角、いや、二角じゃない、ハサミ二角、二角じゃない。クランキーコンドルだったら、コンドルは二角だよ、うん、二角っていうか、うんうんうん、うん、あ、激集めね、激集めだけど、え、怖いこと書いてる、まあ、いいや、怖いこと書かれてるわ。なになに、バケ、わかんない。どっちなんだろう、真偽。これはわかんない、まあまあまあ、あ、なんか別格、別格って書いてる。まあ、これボーナスは確定だけど、うわあ、いやあ、お疲れ様でした。はい、誰だよ、別格世界だろ。ちょっと期待しちゃったよ。まあまあ、共通かな。共通っぽい。共通なんですかね。まあリプだからね。あのリプ、中断リプからの別格の中リールってあるんですか。多分あると思うんですけど。集団リップも見れましたよ。見れましたね。あとはズレ目じゃないですか。間違った。ぼっかく。
え、ネイツさんこんばんは。化け角だったら受けるんだ。でも誰か化け角って書いてあるじゃん。あ、いや、ね、マサシさん、正解は共通ですだって。あ、共通なんですね。ありがとうございます。すごいね、うん、あ、プラスアルファゴールさん帰ってきた、いらっしゃい、いらっしゃい、はい、帰りなさい。すごいね、もう11時だけど1150名様、すみませんね、ちょっとね、赤ならどうしても引かないと多分フレーム来るんで、すみません。キーワードはやりますか。キーワードやりますよ。キーワードそうそう言いましょうか、はい、キーワードは、いや、やめた。これちょっと変だね。今一瞬出そうになったけど、やめた。キーワードは、どうしよう。キーワードは全然考えてなかったな。キーワードは、キーワードね。キーワード。はい。歌舞伎さん、これはスルキさんも意地になってるね。うん、こぼし？こぼしだべって何？キーワード、そうですね。もう今ちょっと思ってたの、ちょうど。スイカ取りこぼし。これ、あの、文字はどうしますか、表記は。何でもいいです。何でも OK。スイカ取りこぼしね。スイカ取りこぼし。はい、8文字です。じゃあ11時12分までパチバカ公式ツイッターに高評価のスクリーンショットと今のキーワードを書いて送ってください、DM で。はい。何回溜まってるんですか。でも2枚じゃないですか。先週達成してないですからね。ああ、そうか。2枚だと思います。なんで、アマゾンギフトカード1万円を2名様にプレゼントします。いやあのね、時間過ぎても送ってくる人いるんですけど、そういう方はちょっとすいません。抽選対象外になります。そうなんですよね。ごめんなさいね。12分まで。バルデリックみたい。いやー、ビッグ確率550分の1。いやー、きついな。なんで呪われてます、うん、しかしコンドルは人気だな、本当に、ね、はあ、だってこれでさ、パチスロ生活を始めた人っていうか、まあね、その仕事してるにしても、うん、まあパチンコ屋に寄って帰ろうみたいになった人はいっぱいいるわけですよ、うん、だってまず我々はさ、パチンコ屋に何しに行ってたかって勝ちに行ってたんだからさ、うん、だから設定1でも勝てるなんていう、その頑張ればだよ、うん、でしかもそんな上手い人もみんな上手いわけだったわけじゃないからさ、うん、だからうまいけなればいけたわけですよ、このご時世はね。そうですね。いやだから自分の技術を磨くために楽しんでた人もいたし、うん、ガチの人もいたし、何でもよかったですよ。で友達から、いやあれ1でも勝てるらしいでって言われて、普通に打ってたってね、よかったわけで、たまたまボーナス引けてればそれで、いや今日勝ったから帰ろうぜみたいな感じで、うん、帰り焼肉でもどこみたいな。帰りの焼肉 ね、美味しかったな。帰りの焼肉と帰りのトンデンは最高でしたね。最高でしたね。トンデンよく行ってましたね。トンデン行ってたね。行ってましたね。なんなら昼から行ってましたもんね。最悪ね。昼から。昔ね、板のね、イカの綿味噌豆板焼きっていうのがね、あったんですけどね。ありましたっけ、そう。イカのね、うまいっすね。うまいっすよ。源一郎さん、なんでこの頃勝てたんですかね。この頃はね、なんかあれですよね、なんか勝てたっていうか勝てる日はありましたよ、うん、多かったと思います。今より多かった勝率は、うん、負ける額も多かったかもしれないけど、うん、勝てる日っていうのは多かったんですよ。結果的に負けてるんですよ、今も昔も。多分あの普通に遊んでる人はね、うんうん、長桜、まあ今度のは人気だけど爆鳥の閲覧を超えなかった、そういうことです。理由はゴールデンウィークだったからです。意味わかんない、この人マジで。この爆鳥落ち意味わかんない。リオパさん、コンテストは人を育てる最高の台です。いや確かにいいこと言う人今日多いな。多い。サトリさん、本当の遊戯でしたね。そうですね、いやまさにそうです、そうです。
ベースキーさん、3000円でも短時間で楽しめた8タイプ。そういうことです、そういうことです。だから別にワンビッグ引きは帰ってもよかったんですよ、昔は、うん、今はだってね、やめたら損しちゃいますから、ね、やめたらなんか損ですよ、本当に。なんか期待し稼働の逆ですよね、うん、ハイエナのために金入れてるみたいになっちゃうから、うん、しょうがないですけど。オーナーショップさん、6枚の店で毎日全6だった。6枚でですか。僕のとこ8枚ででしたよ。6枚で全6。どっち？ワン、ワンの方でしょ。ワンでしょそれ。ツーはそれは、うん、ワンの方だよ間違いなく。お、ああ結構今熱かったと思うんだけどな。ルギアさん、初見さん、いらっしゃい。はい、いらっしゃい。この時代に生まれたかった5号機、6号機世代です。ありがとうございます。ありがとうございます。30歳ぐらいかな、今。なおなおさん、赤ナナの BGM が最高です。揃えるときは赤ナナ中段テンパイ2画の方で揃えてください。おー、これこれ、あ、中段テンパイ、中段テンパイ。赤ナナ中段テンパイ。これな、こっからのやつ。はい、かっこいいな。すます。あ、中リールあれですね。スイカ付きじゃないの。こっちの方ですよね。そうです。あの、はい。スナスは誰が命名したんですか。スナス誰だろう。ガルじゃないかな、うん、あ確かに。だそっち系は全部ガルさんですよね。うん、あのジョーカーズワイルドが好きだったんで、はいはい、それでスナスって言い出したと思います、まあ、収録済みなんでね、うん、ぜひ楽しみにします。はい、これが待って、スイカで一気一憂できる、本当にいいだよ。だから結局何が良かったって、この緑色の図柄がリーチ目はこぼしみたいな、こぼせるから楽しかったっていうのもあるんです。どっちだみたいなとか、あるスイカがあるからこそゲーム性がの幅が広がってたっていう。スイカの役割って15枚だけじゃねえんだよなっていうのはすごいあります。今なんかスイカ1枚とかの台あるじゃん。ね、音だけ15枚っぽくなってね。そうそうそう、もうそんな台ばっかりですよね今。1枚の鳴り方でよくね。スロトラドライバーさん、リック200枚でも楽しくリスモミレーター遊べたらそれでいい。いや、それでいいと思いますよ。だから今作れるとしたらね、そういうことになりますよね。はい、小倉さん、ジョーカーズワールドでスナス一撃目と言われてましたね。これまさしさん、爆笑がバズったのはオフ会配信だからです。みんな、あ、いいよね。鎌田ゲロさん、そう、こぼしめってやたらと熱い。そうですよ、大花火なんて予告音にならなきゃこぼしめすらないんですから。ポケットさん、 山の取りこぼしめは全部予告音にならなきゃリーチ目に昇格するわけですよね。頭おかしい考えですからね。素晴らしいですよね。素晴らしい、天才ですよ、うん、ポケットさん、証券さん、いらっしゃい。いらっしゃい。V10 が一番最初に打ったスロットです。うん、すごいですね。V10 を一番最初に打った方で、うちのチャンネル証券ってちょっと嬉しいっすよ。いや、嬉しいっすね。逆にね。逆に。逆に。夏茜さん、こぼすスイカがあるから、マイゲームで色を凝視しましたよね。そうですよね。プラネットさん、コンテスト2を唯一見たのがエルニード2でした。エルニードは本当に何でも入ってんな、ユニバは。コメッチさん、皆さんガポリやってますか。ボスは開き方すら忘れてました。いや、開いてるから。ガポリってなんだ。もう兄さん、兄さん、ガポリってなんだっけって。3人のやったじゃないですか、初代北斗と対決。あれスロットもらってガポリってやめてください。ごめんなさい、ごめんなさい。最近いろいろあったよ、物忘れひどいの、やばいな。すいません。そうですよ、お前さん。すっげー、ほんと物、人の名前、物の名前が出てこなかった。あー、人の名前は出てこなくなってきますね。なってくるね。あー、出ない。あ、これ、あ、違うか。この青ナナのこっちは弱いっすよね。結論弱いっすよね。ヒロさん、コンテスト2打てたのは仙台。やっぱあれだよな、ボナシさんのさっきの全6回やっぱ1だったそうですね。クランキーコンテスト1だ、うん、さあ警察の方どうでしょう。これベリリ、これは違うか。
さっきの、さっきの何でしたっけ？これだから、これだから、だって赤なら、赤なら、これ、ビッカク、ビッカク。ベリボ。当たった入り入ってない、ビッカクですだって、ケイシーさん当たった入り入った入ってない前のゲーム、そうですよね、そう前のゲームから今青ならでずれた、そうですね、1ゲーム前から入ってんのね、前のゲームでベス、そう青ならからの右ベスリ出てたんで、青ならでもスイカ入るんだ、いやベスリ OK だと思う、枠下青なら、いやいや中右中段中スイカ、そうそうそう、ベスリで青なら左上段青なら、はいはい、この前のゲームずれずれてたってこと、ずれてるってずれてました、ずれてました、ああそうか、青のズボン、青でもいいんだ、青でも OK です、 あ、はい、あれさっきさ、ビッカクらしいよこれは、あの青なら枠下にいた子だけど、なんかでやってます、ヒルさん枠上青でしたよ、いや多分その前のゲームですね、その、うん、え、そもそもこれこの前からひょっとしたら前の前、これはリーチメスよ、これはビッカクですよね、はいはい、で分かった、これ分かる、はい、その前のゲームで青7、青7だったじゃないですか、ありました、ありました、ありましたよね、はいはい、あ、それ2ゲーム前じゃないですか、それ2ゲーム前、うん、そう、流れる上段にスイカがいましたね、で、上段にスイカです、スイカがこう、あー、いた、いた、あ確かにいた、あの逆 L 字になってました、あーそっか、逆 L 字、そっか、あれそうか、で、あれこれどうだったかなと思って、そっか、逆 L 字だったのか、はい、あはー、では前のゲーム2ゲーム前に入ってますね、すげえ、なんかリーチ目見せてくれってちょっと来てました、ね、まあまあまあ、いや時間が、あれでした、まあじゃあ、いや、いいですよ、せっかくなんでね、スリスから枠下の青が見たいとかってコメント来てます、枠下青ってどうやって見るの、枠下青でしょ、ああコンドルからの枠下青、これ、あこれですね、あずれてるってことか、これが、まあ、スイカから中段、まあそう、二角なんだけど、これ枠下青ならがいたらビッカクです、ビッカクです、これはいい、これはいい、素晴らしいね、いやすごいね、ハサミですこれがね、成立後でもちゃんと見れるっていうのがいいですよね、これね、うん、順押しの青点ぐらいですかね、あとはだから順押しの青点だと、あ、そうか、さっきハサミだったんで、これ赤7、中段に狙ったら4個押せるから、あ、これ詰めねえな、コンテストだって、そう、あれ赤7、下段あーすっごいずれたら、あーすっごいってきてる、あーすっごいあーすっごいずれちゃったら、もうすっごいチョコボーイやあ、すごい出目だ、これ枠上出た、これがだって成立後に出るんですよ、成立後に出るんだ、あ、ど真ん中、頭おかしいでしょ、すげえやばいですね、これ目がやばい、出るんだ、こんなのベスリ、あ、そうベナチェ、あ、そうですか、成立後と、そっか、あとこれコンドル、左リール上段コンドルあるじゃないですか、これこっから4コマ滑ったら成立後じゃなかったりして、成立後しか出ないですよ、ですよね、ですよね、それはいいですよね、それはそうだね、これもでしょ、リーチ目でしょ、これもまあだから、これだからね、いやあとなんだ、あ、青点ね、青点は下段で行かないんだね、行かないですね、うわーいいのいるね、いるね、いるいる、これ結構素直に狙わなきゃ行かないのかな、あ、これはこれ高確率状態、これリーチ目なの、いやどういうこと、これはこれ枠下にいますよ、青なら、本当だ、分からんな、うわ分かんないな、これどうですか、警察の方チェリー付きで枠下の青ならいるんですけど、マルサさん、ポロリぶん殴られデメお願いしますって人、それどれそれあれじゃないの、なんか1枚こぼしたんじゃなかったっけ、なんだっけ、マリンバトルじゃなかったっけ、あれはマリンバトル、あ、パーゼルさん、ご覧いただきました、ナイスロー、おー、さあ、赤7、さあ、赤7行きましょうか、いいね、あ、ちょっと待って、二角で揃えるんですよね、あ、3枚で、二角で揃えるね、ちょっと待ってね、スナスがうまく止まってくんないですね、そう、まあちょっとじゃあ、コール止まった時はこの二角見ましょう、いい上がり、いやそうだ、すげえ音する、そうだそうだ、コンチの音、コンチじゃない、違う、あのリバティ、あのセンチュリーとリバティ、あ、そうだ、リバティ、そうだそうだそうだ、思い出した、俺忘れてた、赤ならだけなるんです、これ聞きたくて俺赤なら狙ってたから、これビターじゃなきゃ止まんないんだっけ、
いやブイン、これ滑らせなきゃダメ。いや止まんないっすね。高音なんだこれ、うん、そうかそうか。いやこれじゃダメだな。もう一個も遅くか。初めて聞いた時もうぶっ飛んだよ。すげーみたいな。そうそうそう。これスリス、あ止まっちゃったね。あ止まった。さあベル赤。あいい、いやいいっすね。取れちゃいますよ、はい、あーいい、綺麗。ああ。これはもうあの初代コンテスト、あのコンドルで、ね、はい、継承する。あ、そうか。やっぱ内部的にこれあのチェリー、4枚チェリー。行かないと止まんないみたいな。ああ、します。まだ酒進むやん。でしょうね。めちゃくちゃ飲んでるじゃん、マジ。これは外れっすよね。外れ。これは外れを打ってしまった。外れか。中断はそれよ。正確で、正確率で。ニチェ。クレナバンさん、ビッグさん、シコンプありがとうございます。すごい。スロトラドライバーさん、明日もう一回見よう。嬉しいですね。A プロのオープニングがね、この音ですからね。あのビッグのファンファーで揃って。ゼロサルファーゴールさん、リックは青ナナが一番好きです、外しやるぞって感じ。左下がりで15メートル人かっこよくて憧れてました。ニーノさん、この曲は芋焼酎案件。高橋さん、現在1時100分。ワンダキャッツさん、お疲れ様です。こんばんは、いらっしゃい。これ外れた、これねえな。長ちゃん、そうそう、いやそうだけど、ラクマさん、そうだね、今度もやっていただくと、くれますみんな。アドバンさん、ヤジキタのパチンコのラブラブカップルの予想毎日。そんなんあるんだ今。ビッグ入りね。選手レッドの選手がビッグさんに行かない。やべえな。ああ、外れた。いいじゃないですか、グレナバンさん。あまりの懐かしさに家にあったハイボール缶開けてしまいました。いなくなった。ちょっと待って。いない。いないいないいない。ベルカイ、全般狙いだね。じゃあ参加者はもうジャックインしてる。あ、そっか。7から入れて。これ残り何個でやるっけか。7で入れてましたね。7ぐらい。確かにですよね。どうか7か。まあ、8か7っすね。来週はアニカツさんが兜の裏
ヒロキさんがアレックスの4号機です。はい、やっぱり A タイプ楽しいですね。見てても楽しい。ありがとうございます。やってます。いいですね。うまいっすね。ケンスケさん、エクスタシー脳汁が。いや俺友達にさ、まあ、どうやってか隣の人にどうやとかじゃなくて、一緒に出てるとこで見て出たこれとかで今だったらリーチメコレクションで一人で楽しめるけどさ。はい、というわけで、本日はクランキーコンテスト、クラン、テ、クラコン、クラコン、俺はクラコンがしっかりする、コンドル、コンテスト、コンドルじゃない、コンテスト2をお送りさせていただきました。では、本当1500人くらい来ていただきありがとうございました。ありがとうございます。全ビッグ、なんとか、400分の1くらいですけど、引くことができたので、まあ、よかったかなと思いますし、まあ、いろんな目も見れたかなと思います。まあ、ちょっと1時間半、1時間45分くらいでしたけど、まあ、1時間45分にしては結構、なんとかなったかなとは当たんない割には。これでね、マイナス423枚ですからね。甘いっすよ。ゲロ甘。はい。というわけで、来週は、有川さんが兜の裏物と、はい、私が、4号機のアレックスを打ちたいと思います。では今週もまた週末面白い動画上がりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。いい週末を。